現在トップの浦和レッズ、相手が FC 東京13位です。今日が J リーグディビジョン1第22節です。まあ、なんかこう久しぶりにトップという、まあ、そんな言葉が出てきたわけなんですが、さあこのゲーム解説はおなじみ瀬田達彦さん、リポーターリアド・ジェーラン、実況上野明でお伝えしてまいります。瀬田さん、はい、いつ以来ですかね、4月の15日柏戦に勝ってトップだったんです。あ、それ以来なんです。それ以来ですかね、ずいぶん前ですね。ねえ、でもなんかいつも いるポジションなんでね、違和感ないですね。まあ、それはありますよね。ただまあトップに立ったら今度はこれをやっぱり守っていかなきゃいけないわけですよね。はい、そうですね。ですからね、今年のその8月のホット6、はい、前半の3試合終わりました。でこの後半の3試合、うん、ここが大事だと思うんですよね。そうですよね、はい、今日から3連戦っていうのはやっぱり大事だと思いますね。まあ、とにかく勝ち点3を常に、上げていくという、まあ、これが必要になってくるわけですが、まあ、今日の相手は FC 東京、原監督の FC 東京です。まあ、簡単にはいかないと思うんですが、まあ、大いに期待をしたいと思います。レッズそして FC 東京の一戦です。まあ、この周囲をずっとまあキープをしていきたい、そしてまたしてくれるであろうというそういったサポーターの声、まあ、そういった期待がかかってきますが、これ FC 東京戦、まあ、おそらく戦力的には間違いなくレッズであろうという話なんですが、はい、まあ、簡単にはそれはゲームといかないですよね。そうですね、やはりあの FC 東京もですね、はい、非常にあの若手の選手あるいはあの新しい選手を使ってきてますので、ね、なんとかその食いついてやろうというのが分かりますよね。ですよね。さあ順位表の方もちょっと確認をしておきたいんですが、とにかくガンバとどうでしょう、この二強という格好になっていくんでしょうか、それともアントラーズの追い上げあるんでしょうか。そうですね、やはりガンバはですね、はい、ここのところであの残りの3試合がですね、アントラーズとかフロンターレ当たりますんでね、はいはい、この辺でですね、はい、ひっくり返る可能性もまた出るかなと思いますし、ガンバとしたらやはりレッズに離されたくないというのはありますからね、うんうん、そうですね、二強では二強になるかもしれませんけどね、ただアントラーズがちょっと来るかなって感じもするんですけどね。そうですか、はい、まあ、これがその上位の、まあ、9位までのチームになります。そしてこれが以下10位以下になりますが、まあ、あの地元大宮アルディージェが苦労してますね。そうですね、まあ、そういった意味ではできればやっぱりこうあの埼玉の2チームがねこの J1 でずっと頑張ってほしいという気持ちもあるんですけどね。やはりダービーっていうのはありますね。ありますよね。はい、まあ、これはその順位表になります。さあそして裏からまずそのここまでの戦績ですがご紹介をしましょう。ご覧のように浦和は13勝7敗のまだ1つしか負けていないんです。これ川崎フロンターレ戦でしたよね。そうですね、はい、で勝ち点が46です。で、FC 東京は7勝2敗の12敗と負けがこれもう5つ先行しちゃってるんですね。そうですね、やはりあの、うん、もう顕著に出てるのは失点の数が、はい、ダブルスコアになってますんでね。そうですね、はい、この辺がやはりちょっと違うなって感じがしますよね。どうしてもリーグ戦はやっぱり、はい、ディフェンス力がものを言いますんでね、うん、そうですね、はい。さあそれではメンバーの方もご紹介をしたいと思うんですが、ご覧のように都築がキーパー、堀之内、トゥーリオ、阿部、そして、山田、啓太、長谷部、そして平川を左サイドになります。ポンテトップ下、永井、田中達也というこのメンバーになります。あの平川ちょっと注目でしょうか。そうですね、はい、今一番体切れてますね、ただ心配なのはやはりあの代表組ですか、うん、あのトゥーリオ、啓太、あと阿部、達也、はい、ちょっとその疲労度って言いますかね。そうですね、その辺がちょっと心配ですね、はい、そして FC 東京ですがさらっといきましょう。キーパー塩田、そして徳永、今野、藤山、金沢で石川、梶山、浅利、リチェリ、そして ルーカスと赤嶺、石川が右サイド入ってきましたね。そうですね、この右サイドの石川と徳永、はい、で左サイドの金沢とリチェリ、うん、このサイド攻撃がやっぱり生命線ですから ね、そうですね、ここをどういうふうに抑えるかですよね。うーん、というおそらくこの両サイドが、まあ、前中に来ると思いますので、まあ、レッズとしてはそこをまあ抑えたいというとなります。浦和レッズそして FC 東京、まもなく選手が入場してまいります。今日が第22節の J リーグディビジョン1です。トップの浦和レッズが13位の FC 東京と対戦いたします。まあ、その選手の入場を今待っています。そして、まあ、いつもながらの光景ですがこの赤色、まあ、ぎっしり埋まっています。まあ、おそらく1位ではなかったわけですから、まあ、なんとか早くこの1位に立ってほしいという気持ちがありました。でようやくその前節、まあ、勝ってトップに立ちました。まあ、その前のやっぱり瀬田さん、はい、ガンバ大阪戦ですよね。そうですね、あの長井のシュートがやっぱりね物語ってますよね、はい、ですよね、はい。という今日の解説は瀬田達彦さん、そしてリポーターがリアド・ジエラ、実況上野明でお伝えしてまいります。
まあ、一度だけトップに立っていました4月の15日の第6節の柏戦、まあ、これを勝ってまあトップに立ったんですが、まあ、その後はまあトップに立つことはありませんでした、まあ、ようやく手にしたこのトップどうでしょうかね。あの守り続ける苦しみとはもちろんあるんですが、はい、まあ、とにかく勝ち点3を、まあ、1試合ずつ、まあ、取っていくということですよね。それしかないですよね、もう3点以上ないわけですから、はい、とにかく1試合ごとに3点ずつ積み重ねていく、そうすることによって当然キープできますからね、はい、まあ、当然このアジアチャンピオンズリーグと、はい、あのまあ、強いチームの宿命であるんですが、そういったスケジュールも入ってきます。そうですね、ちょっとですからそのスケジュールがタイトになりますんでね、はい、先ほど言いましたけどやっぱりそのこうなんて言いますか、それで代表組もいますんで、やっぱりちょっとハード面ということで体調管理が非常に難しくなるかなと思いますけどね、はい、ただまあこの一夏を超えようという時期には入ってきたわけですよね。そうですね、ですからこれを超えればですね、はい、また涼しくなりますし、うん、体も動いてくると思いますけども、そうすると今度は逆にあの調子がいいからというとですね、今度怪我が心配ですよね、ですからそういったのはやっぱりまあある程度宿命は宿命なんですけども、はい、まあ、それを乗り越えて王者って言えると思いますんでね、ただまあこの辛いところでその FC 東京の後に神戸そして大宮という、はい、こういったチームとの対戦ですよね。そうですね、ある意味ではあのおそらくサポーターは力関係ではもうレッズだと思うんですが、だからこそこう確実に勝たなきゃいけないという対戦方ですよね。そこが難しいですよね、さあそしてファーストインプレッションが流れる中、これから選手が入ってまいります。現在トップの浦和レッズ、子供たちと手をつないで、そしてまずキャプテンの山田が入ってまいりました。長谷部がいます。そして鈴木啓太、田中達也、そして阿部、ご覧のように堀之内も今日はメンバーになっています。コンテ、平川、そして永井です。キーパー鈴木、最後はトゥーリオです。まあ、トゥーリオあたりも、ね、あの代表ではいいプレーをしました、はい、ただまあ疲れは当然ありますよね。そうですね、ですけどやっぱりそれはこう顔に表せないところがね、重量の良さですからね。そうですね、はい、フォワードだってできるんだという話もしていますが、一方の FC 東京です、まあ、こちらはあの馬場が今日は出場停止になりますし、あの井ノ葉がねちょっと怪我してしまいましたね。ちょっとそれが痛いですよね、まあ、ですけどあのボランチでアサリが戻ってきましたし、非常にあの前節のレイソル戦でもですね、いい動き、いいパスさもしてましたしね、非常にそういう意味でやっぱりあのボランチというところで、まあ、ベテランの力を借りるというのはありますよね、そして今日の左サイドは相馬ではありません、平川が入ります。まあ、当然代表を狙っての左サイドになりますからね。そうですね、もしかすると今日オシムさん来るかもしれないという噂ありますんでね、この辺はちょっと耳に入ってんじゃないでしょうか、まあ、とにかく上下運動、まあ、これがやはりあの大島監督も評価するところなんですよね、まあ、今日あたりはかなりこう見られると思います。ポンテ、長井も笑顔です。そして鈴木啓太、もちろん啓太も代表プレイヤーです。トゥーリオ、そして鈴木啓太、阿部、まあ、この辺が代表でプレーをしました。そして田中達也、まあ、長谷部も笑顔がこぼれています。そうですね、やっぱり今日はあの平川だけじゃなくてこの長谷部とかですね、はい、あるいは長井、この辺もチャンスあるかもしれませんよね、さあそしてこのゲームなんですが、レフェリーご紹介しましょう。主審が松尾さんです、34歳、副審が二俣さんと平野さん、第4の審判が犬飼さんです。松尾さんは34歳でこれ最も若いですよね。若いですね、国際出身ですからね、はい、まあ、暑い中は若い審判の方が動きがいいのかなというかもしれませんね、はい、気持ちますが、はい、さあそして円陣が組まれます。そしてその円陣が解かれました、まあ、それぞれがポジションに散っていきます。左エンドが浦和レッズ、右エンドが FC 東京です。田中達也、永井、今日はこの2人の2トップです。これがオジェク監督、まあ、ようやくトップに立ちました。そしてエンゲレスコーチと今握手を交わします。前半の45分がこれからスタートを切ります。浦和レッズのキックオフです。前半の45分がスタートを切りました。さあ長谷部から一旦落として、そして追携太からここは阿部が行きます。さあボールを持ってここからどうするか、左へ持ってきました。この左サイド今日は注目になります。瀬田さん、はい、そういうことでいいんですよね。そうですね、もう今日はあの左サイドのですね、平川と石川のこのマッチアップですか、これがまず見どころの一つですよね。そうですね、それとやはりあのもう一つ面白いのはツーリオとですね、はい、あのルーカスの空中戦ですよね、これがまたもう一つありますよね、はい、で本来はあの坪井あたりが出るはずだったんですが、多少怪我気味ということで、まあ、控える方ですよね。そうですね、今日は坪井、あとあの、はい、シンジもですね、出れると言ってましたけども、ね、まあ、ちょっと大事取ってるというところですかね、
今打つのは金沢です。金沢アサリあたりはブランコープですよね、地元選手なんですよね。そうですね。さあここはチャンスになりました。ポンテがボールを蹴ります。フリーキック、前半の立ち上がりです。ここから低いボールが行きました。ここはクリアボールになりました。こぼれて、そして長谷部が追っていきます。長谷部行きました。長谷部かわす、山田が取りに行きますが、もう手もかわしたが、と足を引っ掛けたというルーカスのファウルになります。ここのターンがうまく早かったですけどね。でルーカスちょっと足を滑らせましたかね。さあここはまた今度は逆サイドになりますが、フリックになります。距離は25メーター。これは直接ありますよね。阿部なんか蹴ったら面白いかなと思いますけどね。なるほど、はい。まあ、とりあえずポンテがボールをセットします。そして今トゥーリオが中に入っていきました。阿部と今そのポンテが話し合ってますよね。まあポンテなんですかね。ですね。阿部の場合はもう少し距離があった方がいいですかね。はい、さあゴール前です。もう結構長いですね。でトゥーリオが今ゴール一番近い位置に阿部に行きますかね。阿部ですか。あ、ポンテ入りましたね。そうですね。阿部がどうだ、狙うシュートになった。でポンテも今拍手を送りました。そうですね。一応2人で仲いいミーティングしてましたから ねどうでしょうこのキック。はい、狙い目としたらね、やっぱりこっちの左サイドと、あとあの壁の上を取って落とすというのは一つありますけどね。阿部の場合はちょっとキックが伸びますんでね。そうですか。今ので逆サイドネットというのはいいかもしれませんね。キーパーの塩田からいったらプレッシャーはどうでした。やっぱり直接あるなと分かってますからね、はい、かなり緊張してると思いますけどね。そうですか。スイケータ落としました。さあここは梶山行きますが、長谷部取った。そして永井です。永井、アサリがマークに来ました。おっとこれは出るのも惜しかったんですが、平川走っていきました。さあそしてこの右サイド石川です。そうね、ここは石川、はい、徳永と来ますからね、あそこへ梶山絡んできますよね、はい、アンダー22の代表です。まあ、ですから今 FC 東京も3連敗中です。だから怖いという感じもしますね。そうですね、ルーカス来ました。落としていきます。さあここからどうするか。ここから上げてきた、上げてゴール前ですが、トゥーリオのクリア。梶山行きます。浅野もいます。そしてポントが行きますが、後ろからガスンと今野です。今野は強いで梶山から一旦落としました。藤山です。藤山も地味なんですがね、しっかり仕事しますから ね、非常に硬いですよね、本来森尾あたりかなという気もしたんですが、はい、森尾はね、一応元気になってるっていう情報が入ってたんですけどね、はい、ただそうしますとね、これでいきますと今度は前に上がって、アサリが弾き飛ばされますんでね、はいはいはい、むしろこのままの方がいいのかなっていうのを感じましたね。前節と違うのが右サイド、川内入っていたんですが、そうですね、石川が戻ってきましたね、はい。さあここから逆へ振って、山田がいったいいボールになる。追いつくかな、山田行く。あー出ましたか。旗が上がりました。さあ浦和レッズのメンバーご紹介しましょう。キーパー鈴木です。そしてディフェンダー山田堀之内、トゥーリオ阿部と一応なっていますが、もちろん山田は右のウィングバックになります。そしてミドフィーダー鈴木啓太、長谷部ボランチ、平川平沢で入りました。トップ下のポンテ、永井と達也のツートップになります。右のこの黄色いのがイエローカード、これ3枚3人いますね。そうですね、阿部、啓太、ポンテと、はい、ちょっと注意ですね。ちょっと注意ですよね、はい。まあ、一気に3枚一気にいなくなっているのはまずないと思うんですが、一番怖いのはそこですけどね。そうですよね。あっと面白いボールが上がった。そしてここは追っていきますがダメです。リチェリが行きました。まだ持っています、リチェリ。そして落として、さあここから金沢行きました。中に入ります。もう一回金沢、金沢からクロスが入るか。ここはマークに行った鈴木啓太、金沢かわした。そして梶山から一旦落として、アサリが入れる。ルーカス待っている。クリアボール阿部です。そして今野が行きました。右サイドの徳永、ここも怖いところなんです。今野入れる、トゥーリオがクリア。まだちょっと小さいか、ツイケーター。そしてようやくレッズがボールを持ちます、ここでキープ、田中達也。そうですね、トゥーリオダイレクト、はい、平川早いぞ、一気に行く。さあそして達也が求めた、その達也か、その後ろポンテナが、クリアボールはちょっと小さいな、梶山。さあ今度はカウンターか、梶山から。さあ右サイドを使います、石川行きました。ここも速い FC 東京、中入れた、おっとクリア、スイッケーター戻っています。レッドのサブ簡単に行きましょう。控えの選手がいます。山岸、坪井、ネネ、小野伸二、相馬、内立、小池が入っています。
控えもそうそうたるメンバー入ってますね。ですよね。モジェク監督、まとにかく負けはフロンターレ戦の一つしかありません。引き分けが多いということではあったんですが、はい、まあ、なんとかガンバに追いつき、そして追い越したという結果になっています。さあ、そのようにボールが入りました。ルーカスに出す。ルーカスが後ろへ落としが、うん、ここはトゥーリオのクリアボールになりました。アサリが行きます。ここは伸びてしまいました。さあ、今度は FC 東京です。ご紹介しましょう。 FC 東京の今日のメンバーです。スターティングイレブン、キーパー塩田、そしてディフェンダー徳永、今野、藤山、金沢です。中盤には柿山、アサリ、そして石川、リチェイです。でルーカスと赤嶺というこのトップになります。まあ、こちらも3枚というのは 1,2,3 人ですか。そうですね、いるんですね。はい、まあ、この辺は要注意になります。そして控えの選手です。控えもこれちょっと面白いんですが、土井、エバウド、モニワ、栗沢、福西、川内、平山、これもいいメンバー入ってるんですよ。こっちもね、控えはそうそうたるメンバーですよね。ですよね。福西とか平山が、ね、控えですからね。で一部新聞市場ではエバウド、平山の、ね、この高さ、そうですね、という話も出ていますね。パワープレーでは出てくるだろうと言ってますね。原博監督に移ります。監督のやっぱり今日は意地というところありますよね。そうですね、ですから立ち上がりの15分がですね、はい、一つ勝負かなと思うんですよ。そこの間に1点取ってですね、自分たちのペースに持ち込む、はい、列を少し慌てさせるとですね、ちょっとこう面白い形になるかなという感じがしますけどね。もともとはやはり積極的なアグレッシブなサッカーを展開するこの FC 東京ですが、やっぱりこう失点がちょっと多いんです。そうなんですよ、ケアしなきゃいけないということですよね。はい、ですから先に取られるとガタガタしちゃうとはありますよね。そうですよね。さあ、そしてここはトゥーリオが持ちますが、これどんなプレーになるのか。田中達也を狙っていきました。これも追いつくと思うんですが、藤山のプロ守備です。地味なんですが非常にいい守備をするんです。あ、コーナーですか。ですよね、はい、うん、コーナーキックになりました。藤山、田中達也だったんですが、最終的には藤山が最後触りましたね。はい、さあ、ポンテがいきます。このセットプレーが多くなりますね、前半は。立ち上がりまたこれが一つの、なんですか、得点パターンといいますかね。コーナーキック、フリーキックは今0点、非常に効率高いですからね。堀之内、トゥーリオがいいですからね、このセットプレー、はい、コーナーに対しては。阿部も入ってきました。ニアサイド、阿部さあ持ってガッと、おっとっと、ここがクリア、ルーカスです。そしてリチャーリュー落として石川、ここは早いぞ、ちょっと注意になります。石川、ボールが出ました。さあ、この情報をもらおうと思うんですが、今日のリポーター、リアド・ジエランさんですが、ジエランさん、はい、まず現在のピッチコンディションなんですが、はい、18時半現在で気温 30.1 度、湿度 66% で、また風が少しありますが、はい、そこまで強暑くは感じられません。はい、さて、浦和レッズ尾崎監督の試合開始前のコメントです。はい、チームというのは毎試合違う。シュートって言った、石川が行きました。まあ、狙いどこでしたよね、今ね。そうですね、はい、ちょっとゴール前空いてましたね。はい、ジェラさん、続きましょう。はい、浦和レッズ監督のコメントです。はい、チームというのは毎試合違う。今までの結果はあくまでも終わったこと。新しい状況で自分のパフォーマンスを出すことが大事だ。はい、今の勢いを持って試合に臨んでくれることを期待しているということでした。これは瀬田さん、はい、確かにね、過去はもう過去で一回、ね、リセットしないといけない。そうなんです。もう終わったことですからね。むしろやっぱり次の試合にどれだけいいパフォーマンスを出すかですよね。ですよね。はい、一位に立ったからこそこの FC 東京選手大事になると。そうですね。そしたら監督コーチの方というのは、最後の最後にトップなりゃいいんだからってありますよね。そこなんですよ。はい、ずっとトップでも最後2位じゃやっぱりまずいわけですから。ダメなんですよね。ですからね、本当にそういった意味では切り替えは早いですよね。阿部が取りました。さあ、そして阿部から長いボールが1本出て、田中達也を走らせますが、達也か梶山が落としていきました。うん、ここはクリアボールはちょっと小さいが、もう1回いった鈴木啓太、そして山田がいます。平川待ってますね、逆サイド。はい、うん、ここは縦に1本いきましたが、タッチラインがありました。ディエランさん、はい、FC 東京ですね。はい、FC 東京の原博美監督は、はい、受けてはダメ、攻めていく。ワシントンとは違い、長い、達也、ポンテのカウンターが怖い。うん、下がると浦和にボールを回されて浦和のペースになるからアグレッシブにやりたい。面白い試合がしたいですね、ということでした。ということは瀬田さん、ラインを多少高めにして。そうですね、先ほどちょっと見てますけども、はい、2列目とですね、最初ラインが非常にコンパクトになってるんですよね。はいはいはい、ですからそれは最初ラインがうまく、なんていうんですかね、ラインアップって言いますかね、はい、してますよね。ここは山田が来ました。山田から上がって、おグランダで田中達也、うん、でここはしっかり見ていました。浅利が来ます。安江からが来ました。ということはやっぱり多少後ろが空いて、なんかこう空いてるなと
見せかけておいてもラインがしっかりコントロールできれば問題はないですね。であの非常にあの今野とですね、はい、藤山のところもあのどん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 こうなんていうんですかチェックに行ってますんでね、非常にそういった意味では厳しく当たってますね。本手から横へ出してここはトゥーリューが入っています。トゥーリューもやっぱりどんどん来るんでしょうか。そうですね、あの一応ルーカスが時々引くんでね、はいはい、で赤嶺のワントップになる時ありますから、そうしますとあのトゥーリューがそのまま前に残るという手もありますよね。結構今のこの2人の関係も見てますけども、横に並んでみたりですね、はい、縦になってみたり、うん、非常にそういう意味ではルーカスがうまく赤嶺を使ってるかなと、そんな感じがするんですよね。なるほど。ルーカスはもちろんポストもできますが、意外との引いてきたりという動きが多いですね。多いですね、はい、その赤嶺が映ります。まあ、今シーズンはまだ1点です。23歳、179センチです。一方はルーカス183センチあります。まあ、ルーカスが今チームトップの6点ということになります。うん、1本出ました。これもちょっと怖いところですが、はい、そうですね、赤嶺が来ました。ここ非常にね彼の運動量ですから、はい、これが彼の持ち味ですからね、もうどん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 動いて、はい、まあ、汗っかきって失礼かもしれませんけど、そこで、まあ、ルーカスをうまく生かすとかですね、逆に生かされるとありますからね。はい、3年目の赤嶺です。さあここはまたボールを持っていった、おっと中入った、ミチェルから落として、さあシュート打てるか。ここはしっかりトゥーリューいきました。長谷部から前線にフィード、そして田中の前線は通らないか。今野がいます。逆転マークをつける今野、中へ入られたらちょっとヒヤッとしますね。そうですね、ですからここまでは非常に FC 東京が今アグレッシブに来てますよね。よく取ってる。あ、そしてリチェリを走らせます。リチェリが来ました。ここから速いボールが入った、狙うか、シュート、あっと面白いが、あっとゴールキックに変わります。梶山のまあ見せ場、あそこ今フリー状態になってますね。そうですね、ですからこの時間帯こういい形になっているときに FC 東京が1点取るとですね、今日のゲームは少しもつれて面白くなるかな感じがしますけども、ただやっぱり今トゥーリューをはじめみんな体張ってますんでね、レッツの方も、まあ、そういった意味ではもちろんこのレッツの失点というのは非常に少ないという失点になります。まあ、失点だけを比べたらもう確かにあの38というこの FC 東京に対して16ですから、いかにも少ないということになりますよね。でやっぱり3バックの他にですね、はい、やっぱりあの鈴木啓太と長谷部のですね、あのやはり危機管理能力ですよね、危ないと思った時でここにいるんですよね、今の1本通ればもうね、はい、決定的なチャンスになるんですが、田中達也いった、田中達也から右サイドはこれはちょっと今は合わなかったですね、はい、長井はマイナスの位置にいました。ここも長井と田中達也が、あの並んでみたりですね、はい、達也のワントップにして、あのポンテと長井のシャドウ的なところに入るんですよね。はい、上野さん、田中達也選手と長井選手今日2トップですけれども、はい、それについて田中達也選手、とにかく長井選手と2人で動き回りたい、僕は止まると自分らしい動きができないからと話していました。この辺の2人の距離感とかね、威力も出てくるんですが、そうですね、やっぱり動きの中のそのいい距離感を保たなきゃいけないわけですよね。まあ、おそらく練習の時から2人で話し合ってて思いますんでね。おっと、ここも、ここも面白いですね。赤嶺ですが、トゥーリオが行きました。トゥーリオ上がるぞ。とにかく今ワシントンがいないんでね。そうですね、はい、はい、ですけどそれをうまく補って、あまりあるものが真ん中達也ですよね。まあ、前節の甲府戦はワシントンがもちろん良かったんですが4点を取りました。まあ、大一番はあの万博に乗り込んでのガンバ大阪戦、はい、これを落としたら厳しい状況だったんですが、そうですね、引き分けでもいけなかったですからね。それを1対0という長いのゴールで勝ったというね、はい、あのディフェンスが前にいて右足のインフロントにね、はい、打ったシュートですけども、あの非常にこうなんかクレバーなシュートですよね。なんかこう我々見てると味のあるシュートなんですよね。あれ長いもああいうことできるんだ、ね、できるんだってね、本当思いましたね。上野さん、はい、その永井選手はですね、ガンバ戦の前までは緊張感があったけれども、今は気持ちの余裕ができてきた、今は勢いのあるサッカーができているとこう話していました。そうやっぱり余裕がすごいですね。そうですね、それはやはりだんだん周りが見れるようになってきますからね、でしょうね。余裕がないとあのキック一つを取ってもやっぱり失敗してしまったり、なんかこう、はい、うわもったいないなというのが増えてくるんでね。ありますよね、だから周りが見ると何慌ててんだってなりますんでね。リチェーリ、ここが今日一つ注意ですよね、はい、リチェリ持っていく金沢、あ面白かったんですがちょっと呼吸が合わなかったか。リチェリもっと自分で言ってもいいと思うんですよね。なるほど、スピードコントロールありますんで、はい、173歳人のリチェリもまだ若いんですよね、はい、話なんですよね。
もちろんブラジル3シーズン目になります。スピード、そして左足、右足のシュートを持っています。おっと、面白い。から平川一派、ここを使いたいですよね。そうですね、はい、平川一派、平川、そしてポンテと田中達也入っていますが、フェイントをかける、落としてポンテ、ポンテかわせるか、ポンテからどうする、前を向いて田中達也、ポストになった。もう一つ右、長いから山田、山田から上げる、田中達也のシュートはキーパー翔太に反応した。ナイスキーパー。あの辺は瀬戸さんも元日本代表ゴールキーパーですが、ね、キーパーとしては、はい、ちょっとね、手の出る位置に来てるんですよね、ボールが。ボールが、はい、なるほど。ここね、意外と入りそうだけど来るんだ。あれがね、ライン際に叩かれるとちょっとしんどいなって感じがするんですよね。そうですか。ただまあいいプレーですね。いや、もう今のはね、はい、山田もいい感じで上げてましたからね。さあ、こうだから、ここはクリアボールになりました。まだあります。長谷部、長谷部から見え出して、さあポンテ、チャンスは続くと、ポンテ、ここ勝負する。梶山行きました。ノーファールですね。梶山いい守備でしたね。今のはね、体すって入れましたね。そしてスピードのリチェリを走らせます。追形太がいます。出しました。セーフティーファースト。ここは硬いんですよね。石川、ケータがすぐ切ってくれますんでね。金沢、今ルーカスが手を挙げてるんですね。逆サイドでフリーなんですが、はい、今ボールが行きました。ルーカス下がってるんですよね。ですよね、はい、中盤の位置ですもんね。狙っていきましたが、平川に当たっています。だからこの間に179センチの赤嶺がゴール前なんですね。ワントップになってますね、はい、でやや開いて左サイドにイチェリが増すということになります、はい、本来ゴール前はルーカスの方が怖い、本当は怖いと思うんですけどね、ちょっとやっぱ中盤で1回つないで、はい、それを自分たちのボールで前ボールしながらいい形に持っていくってね、ビルドアップしてますね、さあコーナーキックになりました。今日はこの空中戦もちょっと見ものなんですけどね、はい、イチェリがルーカスが、おっと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 、クリアになります。笛はありませんでした。梶山のシュート、こぼれて金沢、キープできるかどうか。ポンテ、ポンテ取った。さあ、ここがファーラナ、一気に行くのか。ポンテ、そして見え出して長谷部、さあ田中達也が待っている。その裏はとっとっと、ゴロだったんですか。徳永の足に当たりました。浮かすかなと思いましたけどね、梶山から裏を取るというリチェーリ、リチェーリが行きますが、ボールは出ないが、堀之内が行きます。今ボールが出ます。うん、いい形だというふうにこう見えるんですが、はい、ただ最後のやっぱラストパスのところで、はい、まあ、一応今 FC 東京の方も帰りが早いですからね。そうですね、まあ、先ほどの J ランドリポーターの中で、リポートの中で、まあ、30度をまだ超えているということですが、暑いのは暑いですよね。お互い様かもしれませんけどね、確かにこの中でやるっていうんですが、大したもんですよね。そうですよね、まあ、それ言ったら高校野球はどうするのということになりますけど、はい、さあ徳永が来ました、右サイド、そして石川が開いていきました、中でボールを入ってルーカス、梶山、あとミスですね。大きいだろうな。狙いとしては石川狙いですよね、はい、非常にいい形でね、今なってましたんでね、はい、ですから石川今拍手を送ってましたね。ルーカスもそうです。ということは、石井時もあの辺がもう少し精度が上がってくるとやっぱり怖いですね。そうですね、あれでやはり石川とかですね、しっかり走った目の前に出てくるようになると、はい、これ怖いという感じしますよね。鈴木、山田か、僕は競ったのは金沢、田中達也、中に入って長谷部、平川、平川、はい、平川、かわせるか、かわさないか、石川いい対応ですね。この2人は今日面白いですよね。お互いスピードありますね、はい、まだありますね。長谷部、長井が待っていますが、田中達也もいます。そしてポンテも置いた。さあ、ここからどうするか。ボールが入っている長井、長井を落とす。ポンテがいる。ポンテ、田中達也行った。田中達也からおっと後ろからファウルはですよね。今野のファウルになりました。今野です。札幌サンシーズン、そして2004年からこの石井東京です。4年目を迎えています。ボール、まあ、触ってないですもんね、はいはい、でも強いですよね、この人はね。いや本当にね、今今野がいるからまだディフェンスラインがっていう感じがしますよね。もともとのあのブランチというイメージがあったんですが、はい、まあ、代表大島監督求めるところはここなんですよね。で、若いですけど、ちゃんとしっかりコーチングもできますしね、はい、そうですね。あの初めて代表に選ばれた時はですね、コメントがテレビで見る選手のところに行って大丈夫かなというコメントを実は残したんですけどね、はい、今じゃもう堂々としています。ね、もうキャプテンマーク巻いてますからね、でこれポンテとトゥーリオ、どんなことになりますかね、まあ、
闘莉王の頭に合わせるのか、はい、あるいはポンテがダイレクトで行くのか、どっちかでしょうね、これは、ね、その話し合いかなと思うんですね、はい、距離は 22m、 距離的にはダイレクトですよね、近いですよね、はい、ポンテ、阿部シュートもちょっと左サイド空いてるような感じするんですよね、あのもう壁で切ってますんでね、その頭をこうやって落としたら左が空いている代表キーパー瀬田達彦の目という感じなんですが、そこを狙った感じですね、今ね、これで阿部が行きます、阿部リーチエリが行きました、いい守備しますね、非常に今日は攻守の切り替え早いですし、当たりもいいですよね、あのサッカーに取り組み質が非常にいいという話なんですよ、ルーチエリはね、はい、ルーカスが当たったりですか、ルーカス今のシュートが当たったんじゃないですか、あ、なるほど、ルーカスもティームプレーに徹します、長谷部シュートはヒットしなかったか、難しいキックですね、うん、そうですね、左の方でね、はい、ちょっとダフったかなって感じだったんですけどね、前半21分が過ぎていますが、この時間どうでしょうか、FC 東京の方が攻守の切り替えの速さ、はい、それとあのチェックと当たりの強さ、この辺が非常に功を奏してますよね、はい、ペース的には FC 東京の方がいいペースなのかなと、そうですか、そんな感じもするんですけどね、はい、得点はレッズが37、 FC 東京は26しかありません、FC 東京26点というのは実はあの後半立ち上がり15分が11点取っているんです、この時間というのは意外とね、あのイケイケという感じでね、そうです ね、 ですね、ルーカス落として鍵山、ここからどうですか、短いパスはリチェーリ、お互いに確かに守備という意味ではかなり厳しく言ってますね、はい、来てますね、原監督も大きなジェスチャー大きな声を出しています、上野さん、はい、その原監督なんですが、外へ外へ大きく振れという指示を出していました、サイドですね、そうですね、これはもう両サイドどうしても生命線ですからね、はい、このサイド攻撃が、田中達也、あっとここはダメです、あの徳川の上がりまだ少ないんですよね、そうですね、これやっぱり守備をかなり意識してますか、平川の方ちょっとケアしてますんでね、はい、むしろ前半はちょっと自重気味かなってそんな感じしますけどね、本来であれば石川持った中でぐーっとこうオーバーラップしますよね、はい、まあ、イメージはもちろんその積極的に行こうということですから、まあ、そういったイメージも描いているはずなんですが、あで原監督の清水さんそうなんですよ、今映っているのはオジェ監督です、お互いに指示を伝えていますよね、梶山クロスが入った、赤身に落としたルーカスはどうだ、左足で打つシュートということですね、これが一つのパターンですよね、しっかり赤嶺を落として、はい、ルーカスと、まあ、梶山のところで、まあ、絡んでますからね、今石川横に横接って、そうなんですよね気持ちは分かりますけどね、はい、でも打ちますよね、あそこはね、あそこはもうねストライカー打ちますよね、はい、まず勝つことが大事という、そのための、まあ、動きをするんだというこのルーカス、山田、だから今山田の右サイドも多少上がったりもしますが、特に目立った感じはありません、キャプテンマークをつけます、山田とそして今野です、同じ6番の背中目、ね、そうですね、金沢入れました、ルーカスを狙います、スイケータが行っていますが、スイケータのファウルですか、ああ出ちゃった、なんか今そんな気がしたんですよ、かなり激しく今スイケータがジェスチャーというか、あまり言わない方がいいですね、なんですよね、もうケータこれで4枚でしょ、そうなんです、累積の4枚目、したがって自殺をするということになります、この後なんですよ、ほらあそこで手を振りかざしましたよねそれは34歳の若いね、審判としては松尾さんも何という感じありましたもんね、まあ、ね、ちょっとあまりそういうジェスチャーやっちゃいけないですからね、なんですよね、さあ梶山ボールを蹴ります、面白いボール入った、シュートは、あそこに出たか、徳永としてはやったって考えたか、今徳永としたらもう入ったと思ったんでしょうね、これ、これそうでしょうね、はい、鈴木も触ってるんですか、今、いや触ってないぞ、というかもう方向的にはもうずれていたわけですね、お互いに触らずで抜けてしまった、なるほど、はい、そういうことってありますよね、ありますよね、
だから逆に言うとね、枠に飛んでたら入ってるわけですからね、いや今のは逆じゃないのかなと思うんだけど、ケータあまり言わないと思う。もう出てますからね。鈴木ケータ日本代表プレーヤー、本当にあの献身的になりましたね。いや本当にね、ケータがいるからあの3バックがね、非常にいい動きできるんですよね。日本を代表するボランチということですよね、はい。これも怖いですね、さっきこれで。そうですね、同じようなパターンになりますから、はい、ここはちょっと先ほどの学習能力ですね。あっと大丈夫でしたかですね、はい、コンテに当たったんですか今。そのコンテがグランドの表情です。握手を返していますが、ちょっとあのコンテ今熱くなっていたんです。あっと後ろ梶山入っていく。ここはクリアボールはちょっと小さいが振りのうちで、飛ぶのは今野です。そしてトゥーリオ、まだなんか嫌な場所ですよこれ。頭で繋いでいきますが、ポンテが行きました。あっと出して、あ、手先に触ったんですね。そうですね、はい。そしてこの間にヨジェク監督がポンテに今指示を出します。ここは言葉が通じるからいいですよね。そうですね、分かりやすいでしょうか、ね、ここは。そして今度はトゥーリオにも指示を出すんですね。山内通訳を通して、そして今伝わりました。この時間帯列の方がちょっとシュートないんですよね、はいはい。先ほどあの長谷部が左足打ちましたけども、あれぐらいでちょっとそこまで行ってないんですよね。それでは多少押され気味っていう感じですか。ちょっとペースが悪いっていう感じがするでしょうからね。むしろやはりつないで中盤で作って、あとはシュートまで行きたいって感じしますけど、ちょっとミドルパスが多いんですよね、はい、このようなロングパスといいますか。この FC 東京戦は第15節で顔を合わせています。初戦でした、まあ、これが2対0というレッツの勝ちです。田中達也久しぶりに出てきて手取ったんですよね、考えたらね。そうですね、達也の復帰戦とかなんですね、まあ、そしてオフゴールが一つということで、はい。まあ、そしてこれがまあホームアンダーウェイ、まあ、2戦目ということになります。相手から言ったら一つ落としたとき、やっぱりフォームで落としたわけですが、出場球も、まあ、シーズン2つは負けたくないという気持ちがあります、ね、ありますよね、大塾監督にもボールを渡しましたよ、ね、かなり通りも早く早くという感じで慌てて大塾監督に渡しました。まあ、大塾監督も、はい、今日のこのゲームの内容流れ見て、ちょっと歯がゆいというのがあるでしょうからね。そうですか。堀之内、今日は壺井は出ていません、控えに回っています。堀之内、鈴木啓太、そしてあここは合わないですね、藤山、ポンテのファウルになりました。アサリから右サイド、さあ梶山と行きました。徳良がいます。そしてその前には石川待っていますが、かわしていった徳良が、ここは早いです。そして中に入れて赤峰、ここは取りました。読んでましたね今ね、トゥーリオのいい読みです、はい。でここも浅利のいい読みですね、いいですね、返されましたね、はい。ただこの後がね、ちょっと FC 東京が、はい、あの一つのパスの精度って言いますか、浅利も、まあ、ブラック高校から明治大学、考えたら97年の東京ガスからずっと一筋なんですよね。あ、そうですね、それもすごいですよね、はい。地元ブランコ高校出身です。金沢と同じです。梶山行きました。梶山持っています。リチェーリ、ルーカス、ケータとルーカスかわして、あーっと浅に行った。あ、これちょっとミスキックないですが、徳永、そしてクロスを入れますが、今のトラップしたら打てるんじゃないかと思いましたけどね。ぶつかないと思ったんですよね、あれ前空いてましたんで ね、今のシュートよりは、ね、その前の方が良かったと思いますけどね。原監督も、まあ、そういった意味では打って欲しかったという、なんかそんな表情を浮かべていますが、やはりミドルシュートを打つことによって、あのディフェンスの3枚が少しまた前に詰めてきますから、そうするとキーパーとの間が空きますんでね、スルーパスがちょっと通るかなって感じがするんですけども、ね。まあ、原監督も八重田東栃木になりますが、そこから早稲田、その辺りは三菱重工業ですからね。そうですね、三菱ですよね。あれも長いだったんですからね。90年5月の現役引退ですが、ずっとこの三菱レッズの前身でプレーをしていました。
代表ゴールも37はこれ第3位ですからね。大した問題ですよ ね、 大したですよね、はい、アジアの格段子といえた選手です。あっとこれは長谷部出してしまいました。スローインです。なんかこの辺の場所多いですよね。そうなんですね。ですからあのあっと石川シュート、攻め込まれてると言いますかね。これもちょっと怖いシュートですね。石川行きました。もともとは横浜のユースだったんですが、横浜からまあレンタル移籍という、まあ、期限付きだったんですが、そのまんま完全移籍になりました。あの原監督も好きなタイプですよね。そうですね、通気ちょっと前だったんですね。ちょっと今の、ね、見逃し方が、ね、ちょっとゲーセンですけどね、はい、ループで入っちゃったのかなって自分で諦めたのかなと思いましたけどね。時間は31分が過ぎています。レッツの方がみんなフラストレーション溜まってきたかな。それって良くないですね。なんかちょっとこう一つ一つのプレーに対して自分でこう自分を戒めていると言いますか。それってあの暑さが結構追い打ちかけますからね。ありますよね。赤身でこれはオフサイドになりました。運動量豊富な選手です。まあ、前半戦はこういった意味ではこう消耗戦になっているのかなってそんな感じするんですけども、この赤嶺というのも非常にあの謙虚な選手だそうですよね。やっぱりなんていうんですかね、真面目でですね、動きなんか見てましても、はい、献身的な動きしますんでね、分かりますよ ね。 2005年は特別指定選手でした。3シーズン目、まあ、原監督の好みですからね。そうでしょうね。ルーカス、リチェーリ、ここはトゥーリオ、そして田中達也。確かにシュートがちょっとないですね。ないんですよ。ですからこの辺のこぼれ球をですね、ちょっと取られてるんですよね。はい。鍵山からリチェーリ、ルーカス動いた。ルーカス行きます。逆サイドには石が入って中で赤いで。おっと。シュート、飛び込んで入りました。最後は赤嶺。これどっちですかね。その入ったんですか、リチェーリは。この喜び方なんですが、そうですね、赤嶺が最後押し込んだ感じも見えたんですが、割った時にはもうゴールライン割ってたかどうか、割っていたんですかね。ちょっと角度的に確認できなかったんですが、ものすごい喜んでいるのはリチェイです。裏を取られましたね。通常の裏を取られて、このまま入る赤嶺ですか。これ触ったらオフサイドじゃなかったのかなと感じもするんですけどね。角度的に入って、ここで入ってますか。いや入ってないですもんね。赤嶺ですよね。シュートした時に阿部と並んでいたのかということですよね。でも阿部と出したらオフサイドになりますよ ね。キーパーは続き前にいましたからね。まあ、しかし得点が得点です、はい、でこれ赤嶺でいいんですよね、今のね。そうですね、今澤田さんがそうですね、はい、ということで、まあ、32分ですが先制したのは FC 東京です。だから押していた時間帯ですよね。そうですね、この時間で取れたっていうのは一つ自信になるかなって感じしますけども、はい、面白いキックは山田、そしてポンテが行きますが、1対0列が追う展開ですが、その藤山の献身的なプレー、 ある意味でこうねじきますね。そうですね、嫌なタイプなんですよね、はい、ポンテ、おーっとリチェリが行きました。ファールはないんですか。そうなんですね。あの藤山といえばナビスコカップの決勝戦でしたよね。ジャンがいなくなって会場で、はい、その後出てきてすごくいい守備したんですよね。10人で勝ちましたね。ですよね。PK 戦だったんですが、さあここはポンテです。面白いボールはとクリアになりました。もう一回ポンテ、まだです、ね、まだです、はい、ボールは出ていません。ポンテから速いボールが入った。クリア、落として長谷部、長谷部、あーっとうまい、コンノ、コンノいい守備でした。そしてルーカスから石川、待っているスピードスター、やっと届かない、助かりました。一番後ろは水慶太、そして長谷部、左が田中達也、長谷部、アウトファールもらいました。ポンテ、ポンテから入って、そしてあの辺がどうもなんか壁にぶつかりますよね。そうですね、今日はちょっとぶつかってますよね、ある意味では FC 東京の、まあ、半歩早いのもありますが、意外とこう捕まってしまうなという感じがします。鈴木、リチェリが来ました。前線、あーっとボール出しちゃいますね。
どうなんですよ、ちょっとバタつきなのですか。ちょっとリズムが悪いって言いますか、攻め込んで、はい、最後のところで取られる、ですからこうちょっとみんな前に前に行ってる時に裏を取られてますよね。またまたリズムが悪くなって中盤で一回ゆっくり繋いでもどうかなと思うんですけどね、平川をもう少し使ってもいいんじゃないかと思うんですけどね、左サイド行ってないんですよね。この時間は消えてますよね、はい、あまだ金沢バーッとここが裏を取る、そして赤峰から中にボールが入るが裏だでと、これもちょっと嫌なボールになりますが、今接触大丈夫かな。阿部は立ち上がってますね。長谷部ルーカス引っ張ってますね、はいはい、ルーカスも熱いですね。田中達也、山田がいいスタート、そして右サイド山田、金沢マークに来ました。金沢しっかりついています。落として鈴木啓太、平川いてんですよね。そうですね、あそこでありますね、はい、平川ここも左サイド勝負ですよね。どうする、中入れるが山、そしてシュートー入りました。最後は田中達也、なんかホットラインみたいですね。ここはもう、平川、田中達也は1対1と同点になりました。この時間帯で同点ですからねちょっと遅いですけどね、はい、でも前半にやっぱり同点したっていうのはね、やっぱり力ありますし、この平川のこの早かったですね。ここ最終的には今度が触ってるんですけど、まあ、シュートあれはもうシュートの方を、ね、褒めてあげなきゃいけませんから、ここ左足ですもんね。藤山のクリアが、ね、ちょっと中途半端になってしまったんです。それもありましたね、でそこをしっかり狙っていった田中達也、まあ、ですけど啓太、はい、が振ったところでちょっとポイントがあったかなと思います ね、 と見に来てますかね。星野代表監督そして反町監督アンダー22、まあ、午前試合となりますね。そうですね、まあ、確かにここで梶山とか、まあ、神谷ですけど、平山が出てくるとね、反町監督としてもちょっと見ておきたいところですね、裏狙いになりますが、阿部がいました。長谷部、田中達也、久石と同点、ゲームは振り出し、長谷部、コンテ、梶山行きました。梶山これが甘いんですよね。いやここね非常に体の入れ方うまいですよ ね。そして石川、今度は左サイドに来ています。石川から一エリが今入っていきますが、石川持っていったエリアの中に入った、ペナルティーの中に入った、そして横に出した、ルーカス待っている、さあルーカス打つか、シュート、阿部が壁になりました。ただ回されてますね、回されてます、それとやはりルーカスがですね、ディフェンスのこう視野から消える動きって言いますかね。なるほど、いつも不利になるんですよね、さあコーナーキックです。ゲーム動いていますが、こういうのは幼稚なんですね。そうですね、安心してちょっと集中が切れると危ないですからね、はい、さあ梶山行って徳田が前に出す、一夜に石川動いた、さあどこへ持ってくる、後ろ行くのか、シューター今野の頭、今野が打っていきました。今野が今慌てて帰ります。さあここから山田から目安で、平川から長いです、長いから出ますが、ボールが出ました。立ち上がっています。1対1と同点、時間的にはもう39分回っています。まあ、前半で一番苦しいところですね。あなるほど、ただまあ同点にしたわけですから落ち着いてもいいわけですよね。いやそれはレッズの方は落ち着いてプレーしてますよね、むしろ FC 東京の方が同点にされたっていうんで、ちょっともったいないなっていうのとですね、逆に焦らなきゃいいなって感じがしますけどね、ポンテ、まあ、4分の点はやっぱり FC 東京であれば多少ショックですよね。そうですね、前半は一度できたかったですからね、中に入った、いいものが行く、シュートどうだ、そう、いますが、ダイビングヘッドですね、堀之内ですよね今俺って感じで確かめたんですよね。ここ平川がですね、勝負してアウトサイドで抜くんですよね。あ綺麗に入っていきました。カメルーン戦のツーリオのバックヘッドになっちゃうけど似てますよね、39分のゴールインはここはもう立て付け、一気に逆転に成功しました。これでレッズは楽になりますよね、気持ち的にはね。いやもう全然違いますよね、
塩田としてもしょうがなかったですけど、あの今のはですね、はい、ニアサイドでやられてますからね、むしろやっぱりどうしてもキーパーから見ると低い方が来るなっていう構え方しますんでね、はい、あそこで頭越えっていうのはまあでもあれも経験になるんですけどね、上野さん、はい、先ほどナイスなアシストをしました平川選手なんですが、レッズは中盤にいい選手が多いので、そこに FC 東京が集中してくれればサイドが空く、だから自分は慌てて中に入らずに外にいてチャンスを作りたいと話していました。まあ、まさにそういう形で、また求められるのはこの上下運動、オシム監督の双方に注目しているわけですからね。そうですね、ただまあアシストという意味ではいいアシストになりました。いやもう完璧ですよね、2、アシストですもんね、オシム監督も平川の名前に丸をつけたらどうかでしょうけど今日は相馬ではなくて平川が入っています。ケータからトゥーキョ、まあ、この辺は時間もゆっくりですね、はい、いいと思います。阿部通量もまた自分も行きたいってなりますよね、これ上がってますから ね、まあここはケータが戻ることになってますんでね、あっとルーカス、あの辺はちょっとこう油断するときますんでね、はい、ルーカスです。まあですけど阿部と堀之内と今ケータが一応残ってますんでね、まあ、赤嶺とルーカスですから一応数的にもね、それ余ってるんで、あっとここは今野が取りました。そしてリチエリが行きます。リチエリかわした、山田うまい、いいカバーですね、トゥーリオから田中達也、ここ平川を使えるかどうか、長井、そして平川待っている、ちょっとバウンドした石川行きます、平川一旦下げました、阿部がいます。まあ、ですからちょっとまずいと思ったらもう後ろ返す、いやもうこれが余裕ですよね、はい、これが 0-1 だったらおそらく無理しても取ってゴール前にって感じはするんですけどね、2対1と一気に逆転に成功しています。32分の赤嶺の先制ゴール、石東京1点先行、しかし36分に達也が1点を返しました、同点、そして39分堀之内の、まあ、勝ち越しのゴールです。だからこの30分入ってから動いて、ね、はい、なんか先制されたんですが一気に逆転ですから、そうですね、はい、ですから F 東も1点取って安心したわけじゃないんでしょうけども、逆転まではちょっと想定外でしょうからね。そうですよね、はい、藤山からリチェーリー、ここも山田がいました、そして長谷川も小さいですよね、トゥーリー動いた、石川飛ぶ、しかし阿部がいる、阿部がどうする、中に出た達也、ポストでトゥーリーからもう一回出てくるか、シュートが行きました。まあ面白い、ね、今のなんかでもダイレクトでやってますんでね、はい、お互いの意思の疎通はうまくできてますよね、はい、まあ、一番いいのはゴール前やっぱりワンタッチ、ツータッチ簡単に回すということですもん ね、ダイレクトパスでワンタッチでやられるとキーパー辛いですからね、オフサイドじゃないかな、これオフサイドですね、はい、石川行ったんですがオフサイド、逆に FC 東京の枠のオフサイドが多くなると思うんですよ、はい、どうしても早く裏に行ったりしますから ね、まあ、その裏狙いが1点の先行だったんですよね、もうありましたからね、はい、ロスタイム1分です。1分43分が過ぎて44分になろうとしていますが、むしろここは通量は逆に今度後ろに残ってじっくりするでしょうからね、はい、見ておくでしょうから、金沢、もう田中ここでいいんですよ ね、はい、そして金沢、ここはリチェリがいますが、ルーカス、追携太取りました、もう一回リチェリ、山田、梶山いますが、ポンテから追携太、ルーカス追っていく、しかし通量を痛めさせました、空いてますよね、平川がね、すでにフリーで待つという状況を作っています。赤嶺からおっと、ここは梶山取って、ルーカス簡単にさばいて、赤嶺、そしてリチェリが行った、逆サイド石川入ってくる、さあどうする、石川もうすでに中に入ろうというところですが、ルーカスで、うん、ああ徳永フリーですね、はい、右サイド徳永、徳永のアリア非常に怖いんですが、スキルボール、ハイボールが行った、ここは止めます、最後は鈴木啓太のクリアボールはちょっと浮いていますが、スローインです、 FC 東京のスローイン、藤山、リチェーリ、いいトラップだ、リチェーリ勝負するか、金沢後ろにいる、中にボール入りますが、コース変わったんですが続きです。今手元時計で45分です。そしてロスタイムが1分です。ロスタイムが1分となっていますが、約1分、まあ1分というのはもう意外と短いですから、もうキープしたいところですよ、だからね、列はね、そうですね、本当はね、ここを取られないでキープするべきだと思うんですよ、はい、
石川から梶山、もう一回石川走る、走られるとくすいですよ。石川の中入れた、どうだ、取るから、今の中でも危ないですよね。ですよね、あれ頭じゃなくて、足じゃなくて頭の方がね、むしろ当たる確率は高いんですけど、はい、だから彼女もやっぱり機能してますよね。非常にやっぱりいい動きしてますよね、はい、いやだからFC 東京は3連敗中なんですが、岩田戦が良くなかった、その前も良くなかったということ でこの2トップに変えてるわけですよね。そうですね、ですから前節のレイソル戦、PK の1点こそ捉えましたけども、はいはい、非常にいい形だったんですよ ね、だから原監督もこの形をやっぱりずっとこう保っていきたいという、またそういった気持ちで選手にやってほしいという、ね、ことだったんですが、それがそのまま出てますからね、今日の試合にも。そして今長い笛が鳴りました。前半を終了しています。もう前半から3点ということになったんですが、先制したのは FC 東京、しかし一気に逆転に成功しました。そういった意味では後半またどういう展開を見せるか楽しみなんですが、そうですね、レッツ、そしてこの FC 東京は前半終了、はい、2対1レッツがリードを奪っています。いや綺麗な月ですね。これ上限からだんだん大きくなって満月28日が確か皆既月食ですよね。だからお天気が良ければ、ね、見られるかなということなんですが、はい、ということでこの浦和レッズそして FC 東京ですが、前半は2対1ということで先行されたんですが簡単に逆転しました。さあそして今日の解説なんですが、おなじみ元日本代表ゴールキーパーの瀬田達彦さん、そして実況上野でお伝えしています。瀬田さん、なんか一例まではね、はい、リードされたという感じだったので、簡単になんか逆転していましたね。そうですね、やっぱり前半はなんとかこう 1-0 で持ってくれればなという、はい、私の方も期待感あったんですけども、はい、面白さではね、やっぱり左サイドから、平川のところから簡単に破られましたんでね、これがやっぱり今日の、ターニングポイントさっきも言ってましたけども、平川今調子いいですからね、はい、ただやっぱりここで2対1になるとね、ちょっとじゃあ今度 FC 東京がじゃあそれを取り返すのにはまたどうするかっていうのは一つ楽しみは楽しみなんですけども、むしろこれであと平山が出てくるのかとかですね、福西が出てくるのか、はたまたエバウドが来るのかとかですね、そういう考え方はあるんですけども、どっかに座っているオシム監督ですが、どういうふうに平川を焼き付けたかということですよね。そうですね。さあハイライトをご紹介しましょう。といっても得点シーンになりますが、これ裏を簡単にやられましたね。これね、ちょっとツリオがちょっと追いつかなかったですね、ねえ、赤嶺に今オフサイド気にしてましたね。そうですね、自分でも分かったと思うんですよ。ここでどうですか、並んでいたのかな、と並んでたら鈴木の方が前いましたからね、オフサイドになると思うんですけど、1点を先制したんですが、しかしここからです ね達也がやっぱりうまく入ってますよね、はい、ディフェンスの後ろから行ってますんでね、ここでデフデらしいね、同点になりました。あそこでだから藤山競ったんですがダメだったんですね。藤山は達也が気づかなかったと思うんですよ、後ろから行ってましたんで、同点になりました、この段階で、レッズの方に落ち着きが出てきました、はい、そして平川で堀之内、あそこに堀之内が行くんですからね。ですよね、いいシュートになりました。で起き上がって俺みたいな今ねこの表情なんですが、そうだよ君だよみたいな感じですよね。みんながね、抱きついてきて初めて分かったと思うんでしょうけど、ということでね、はい、精一杯のプレーっていうのはやっぱいいですね、という前半は結局2対1というスコアになっています。さあその前半のスタッツなんですが、ご覧のようにシュートの数がシュート機能が9本で多いんですね。でフリーキック、コーナーキックが出ています。そしてオフサイド、イエローカードはこれ鈴木啓太の1枚です。でグランドは2対1ということで、そういった意味では非常にこう簡単になんか逆転してしまったなという気がするんですかね。そうですね、ということで、後半またどんな展開か期待をしたいと思います。今日が22節です。この J リーグディビジョン1、34節を戦います。その34節が終わった段階で、順位がどうなるかなんですが、ただ前節の21節で甲府に勝ったところで、トップに躍り出ました。ガンマから言ったらまさかの相手に引き分けてしまったわけで ね、 そうですね、でもそれがサッカーですからね、でもまさか横浜 FC に引き分けるとはちょっと思っていないですよね。でもあの時もね、横浜 FC がやっぱね、いい守備しましたよね。一人少なくなったはずですけどね、確かに。そういったようにやっぱりサッカーは何が起こるか分かりませんから、やっぱり勝てるゲームというのはしっかりと勝っていかなければいけないと。スーパー積み重ねですから ね、そうすると終わってね、
の時こうしていたらなというまた当たり前の世界に入っちゃうわけですからそうです、ね、まあ、これだけは避けたいということになります。今阿部がようやく入ってきました。こちらは FC 東京です。円陣を組んでいます。1点を先行したまでは良かったんですが逆転されました。一方は多少バタつきはありましたよね。そうですね、1点取られるまで、はい、やっぱりシュートもなかったですし、やはりFC東京のシュート数多かったというのは分かりますよね。でも前半終わってみたらやっぱりリードを奪っているという、まあ、これが出てたんですよね。なんかね、違うんですよね。平川どうですか。非常に前半からですね、はい、立ち上がりからも良かったですし、ちょっと中だるみって言いますか、ボールが回ってこなかった時間帯ありましたよね、はいはい、で終了間際の10分間でちゃんと2アシストしてますからね。そうですか、代表阿部はどうですか。いやなかなかやっぱり硬いですね。硬い、はい、これ通量が上がった時にね、はい、いい守備してます。FC 東京のキックオフで後半の45分です。山田が行きました。村田千代に割っています。さあそうするとこの立ち上がりですよね。後半のそうですね、やっぱり FC 東京の方がどうしても取りに来なくちゃいけないんで、はい、やはり前半同様にですねかなり前上に来ると思うんですね、ですから左サイドのリチェーリ、右の石川、この辺をどん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 上げてくる、はい、で後ろからも当然ながら徳永あるいは金沢のフォローをさせる、分厚い攻撃作ると思うんですよ ね。いやだから両チームの、まあ、特徴かも分かりませんが、ここが繋いでいきますが、後ろっとこれている危ないところですが、キーパーに戻しました。阿部です。落ち着いていました。まあ先ほども言ったんですが、この後半の立ち上がり FC 東京は11点を取っているんですが、でも10点を失っているわけで、やっぱり多少こうイケイケという感じでは来るわけですよね。そうですよね、これ見るとね、はい、ですからその11点取ってるんですけども取られてるというのはやはり裏をですね、上げっぱなしって言いますか ねそういうのは見受けられますよね、レッツはこの立ち上がりは2点を取っているんですが失点はやはり6という、意外と失点が一番多い時間帯なんですよね。どうしてもハーフタイム明けっていうのは、まあ、負けてるチームとかですね、よく格下のチームは取りますからね。まあ、そういった意味ではやっぱこうちょっと気になる時間かも分かりません。ですからこの辺でですね、長いをキープするスライドにでここで平川が上がっていきますが、まだちょっと距離がありますね。ありますよね。ちょっと今孤立状態になりましたね。まあなんとか個人技でカールを誘ってるって言いますかね。ただこれは今瀬田さん誰もやっぱりいけない状況だったんですか。ですけどね、はい、もうヘディング競った時点で、平川はもっと前に行かなくちゃいけなかったと思うんですよね。ちょっと距離を空けすぎてましたよね。空けすぎましたよね、はい、長井も実はこれ平川に渡したい気持ちはありましたよ ねですから平川の方がちょっとサボったと思うんですよ。そうですか、長井取れないで負けちゃうんじゃねえかっていう感じで、さあポンテが蹴ります。トゥーリオ上がった、そのトゥーリオを狙っていくがちょっと浮いてしまったか、キーパー塩田が取りました。まあ、塩田というキーパーはキャッチングには定評があります。リチェリー行った、早いぞリチェリー、早いあっと、そして消えた、早いですね。早いですよ、20歳の若者が駆け抜けました。ポンテが行きます。徳永かわされた、そしてトゥーリオからポンテ、面白い、さあポンテ行った、徳永当てた、そしてボールは出すが、いや今のはトラップミスですね。絶好機ですよね今ね。今のはもうポンテならもう今自分でも分かったと思うんですけどね、もらったというのが、わお、ちょっとボールを後ろに置いてしまったって言いますかね、はい、もうシュートもできましたし、右サイドに流すこともできたと思うんですよね、はい、後半は選手の交代はありません。レッツはキーパー鈴木、ディフェンダー右から堀之内、トゥーリュー、阿部、そしてミッドフィーダーが右の山田、左が平川、長谷部啓太のボランチ、トップ下ポンテ、長井と田中達也のツートップになります。 FC 東京はキーパー塩田、ディフェンダー右から徳永、今野、藤山、金沢、中盤は両サイド石川とリチェリ、そして鍵山浅井のボランチで、ルーカス赤身の2トップになります。選手の交代はありません。山田が行きました。ですからこうなると後半どちらが先点を取るかですよね、はい、レッツが取ると今日のゲームちょっと決まりかけてきたなって感じしますよね。3インチから4インチとかいう可能性も出、ね、まあ、出ますからね、むしろ FC 東京が取って2になるとちょっとまたもつれるぞって感じはしますけどね、はい、石川から出した、鍵山行った、でルーカスが逆サイド、中に赤身で、赤身に動いた、さあボールは出せないか、鍵山スローになります。出したんだけどちょっと見えないって言いますかね。なるほど、
スドインよりは今の流れの中で本当はシュートが行きたいんですよね。ですから今赤嶺が流れた時に1回ぶつけて、またもらうというのは一つの手だったと思うんですけどね。その赤嶺折り返しはできないが、これ阿部の足を蹴る感じになりましたね。まあ、タイムなんですが、右の膝を押さえていますが、阿部まともに入っちゃったんですよね。まあ、サッカー用語ですと削られたと言いますね。さあ、ここは徳永行きます。ロングスローですかね、はい、そして赤身の裏を越えますが、ここは拾いたいのは FC 東京でしょう、うん、ボールが出ました。ここはレッズのスローになります。ちょっと大丈夫ですかね、阿部はね。確か膝だったんですからね。ですよね。すね当てるところじゃなかったですからね。オジェク監督もご覧の表情になりますが、大事な選手なんでね。痛そうですね。痛そうって、この痛みは我々こうちょっと直接感じることはできないんでね。痛そうですねで終わっちゃうんですが、痛いですよね。いや、これ入ってますもんね。ね、つま先が来てますんでね。スパイクの一番硬いところ来てますからね。上野さん、おっ、ちょっと田中達也行って、今度は対応するが、達也のシュート、コーナーかな、一気に叩きかけました、コーナーキックになります。まあ、スピードを持っている選手は本当ね、楽ですね、これはね。もう直接行きましたね、これよう触りましたよ、でも、ニアサイドですけど ね、あ、ごめんと言ってますが、回転は今していませんでした。さあ、コーナーキックになります。後半の5分です。ポンテ、トゥーリオ、ゆっくり上がる堀之内が行く、阿部も行きます。これディフェンダーが全員前に入っています。ちょっと待ってくれと、ポンテ、高いボールはトゥーリオ、あっと浮いてしまいました。まあ、頭の、まあ、真上と言いましょうか、てっぺんに当たってしまいました。さあ、ジェイランさん、はい、ハーフタイムコメントが届きましたのでご紹介します。まずは浦和レッズ尾崎監督のコメントです、はい、いいスタートが切れたが途中集中力が切れて失点してしまった。もう一度やり直し逆転できた。またゲームは終わったわけではないので、守るのではなく自分たちのサッカーをしたいとのことでした、はい、自分たちのサッカーをしたい。確かに1点先行されたのはちょっと嫌な形ではあったんです。その後ちょっとバタつきがあったんですが、まあ、しかしその中からやっぱり点を取っていくというね。そうですね、ちょっと切れたかな、はい、パスですか、すごく今のヘディングセッター時で切れたかと思うんですね、ですね。ちょっと今治療中ということになりますが、今野、そしてここは梶山、ボールを今野、永井が行っていますが、梶山、あーポンっていった。さあ、そして達也が今中に入りました。どうする、この後に横へ出して山田が待っていますが、アウト、スイケーター、アウト、リチェーリー来ました。早いですね、これもね。リチェーリー動きいいですね、攻守に当たってよく動いてますよね。石川、ここはオフサイドない。石川入れるか、面白いボールだ、おっとと、面白いボールでしたね、今のね。ニアサイド狙ったのかなと思いましたけど、ね、サイドネットのかなと思ったんですが、急激に回ってきました、回ってきましたね、さあ、今度はレッズの山田にボールが入ります。まだルーカスは治療中です。1枚少ないほど形になりますが、さあ、この間にジェラさん、はい、対する FC 東京原監督のコメントです。サイドで数的優位を作る、相手のカウンターをケアする、チャンスはある、シュートを打っていく、この3点でしたという瀬田さん、はい、まあ、そうですね、やっぱりサイド攻撃というのはね、まあ、先ほども言ってますけども、 FC 東京の一番いい形作りやすいですから。そうですよね、まあ、それを徹底するべきですよね、特にリチェーリの動きが非常にいいもんですからね。両サイドリチェーリと石川というのはスピードありますからね。ありますよ、はい、ただそこに絡んで金沢、そして徳永、本当は上がっていきたいですよね。ここにね、山来ましたけどね、はい、徳永、梶山から上げてくる、ここは横峰、なんと赤峰、そして横へ出そうという、この石川待っていたんですが、鈴木が取りました、ね、おっと、ご覧のような形ですね。これ出血あったんですね、ちょっと切れたんでしょうね、ですね、まあ、止血してくれば、はい、大丈夫ですね、大丈夫ですね。トゥーリオ、あらららら、これはなんかもったいないな、うん、後半ここまでちょっと今平川ボール触ってないんですよね、おっとルーカスが行きました、おっとチャンスだ、ルーカスから上げる、アンダーはここはトゥーリオ、そして阿部、平川、田中達也、田中、後ろから今野、今野も激しいですよね、
今度はギリギリのところで勝負しますよね。そうですよね、ただこいつキープするのかしないのかと見極めても言ってますからね、非常にクレバーな選手ですよね。やっぱり国際経験をね、彼が積んできたという代表プレーヤー、はい、いろんなことやっぱ学んできてるわけですよね。そうですね、あとボールもらう体勢なんかも見ながら、はい、どういうふうに当たるかっていうのもね、やってますし、見てて楽しいですよ ね。長い落として山田、うん、ポンテ、長谷部と今達也がいますが、ポンテ狙わないでもう一回振りました。山田、長いクロスはトリチェーリ、体を張りますねこの人は。入ってポンテからスイケータシュート、よく触った、塩田がよく反応しました。ただまあケータにはこういうシーンでどんどんなんか行ってほしいという声もあるんですよ、ね、これボランチの見せ場ですよね、当然フリーになりますんでね、2列目から上がってきますから、多少長い距離でもどんどんなんか行ってほしいなという気がするんですよね。確かにね、まあでもね、こうやっぱハセベとケイトのまあ見せ場ですからね、はい、ポンテショートコーナー、そして山田が来ました。山田もう一回ポンテ狙うから狙うから、うんとちょっと引っ掛けすぎました。まあ石川が多少の壁プレッシャーをかけていたんですが、山田を絡めていいプレーなんですけど、ね、そうですね、はい、ただ今のはもう山田もポンテは打つだろうなと思ってましたからね、はいはい、ただ今のシュートは好プレーですね。いいプレーですね、非常に難しいシュートだと思います、はい、低くて速いやつですからね、であとこのブーイングをどういうふうに自分のものにするかですよね、でこの間に今ちょっとあのセンターサークルの中では多少の言い合いというか、まあ、ルーカスと、ね、ね、ツーリオが、はい、ツーリオがね、うん、まあ、そこは松尾さんが割って入って、まあ、決着がつきました。まあ、ここはね、今日一番最初に言いましたけども、はい、まあ、2つ目の、ね、見どころと言いますかね、そうですね、はい、それからこの間に原監督が石川にもっと、ね、縦に流れろという、まあ、そういった指示を出しましたが、これ選手変えるんですね。はい、さん、FC 東京なんですが、35番ニチェリ選手が出まして、はい、13番平山翔太選手が投入されます。なるほど、でこの間に今セッタートゥーリオと今イエローカードのルーカスですか、ね、ボール見てなくて言ってますからね、でこれイエローカードだったんですね、はい、うん、先ほども多少やり合った感じがまだ残ってるのかね、ルーカスもこれ4枚目なんですよね、実は累積の4枚目で、ここはニチェリを下げて、そしてまあ、この高い平山投入ということになります、うん、ここで3トップにするのか、はい、あるいはちょっとルーカスを、まあ、トップ下に置くのか、いやリーチェリー今日動きいいなと思ってたんですけどね、下げましたよね、あのスピードはかなり脅威だと思ったんですよね、ですからこうなるとちょっと堀之内楽かなってそんな感じもするんですけどね、まあ、その代わりといいましょうか、やっぱり高さが1枚加わるということで、ね、この平山がどんなプレーをするかになりますが、まあ、こちらはやっぱり反町監督ですよね。そうですね、はい、まあ、どういうふうなこうチェックポイントといいましょうかね、探っていくのか、まあ、今日はオシム監督そして反町監督2人ともこの埼玉スタジアム顔を出しています。藤山、ここはポンテが行きますが取れませんが、スローになります。ですから平山をどこのポジションで使うかです。当然トップだと思うんですよね、で今赤嶺と今話し合ってますけどね、だから赤嶺はサイド散りますか、ですから逆に2トップにしておいてルーカスをちょっとトップ下とかですね、はい、うんうんうん、フリーマンって言いますかね、はい、そういう位置に置かないとなんかちょっと合わないなって感じするんですよ、ね、トゥーリを狙っていきます。今度が壁になりました。阿部、石川スローイン、平山、まあ、なんとも言えないプレーになってますね。そこに平山が戻ってこなくちゃいけないのかなと。もっと真ん中に上がっててもいいんだけど、どんな感じするんですけどね、原監督としても平山への期待というのはやっぱり前ですよね。ですよね、はい、
徳永から出して石川前線で、こういうところで出るところは平山ですよね。はい、でトゥーリオですが、平山追っていきます。まあ、平山という選手はとかくあれはこれこう言われがちな選手なんですが、まあ、それだけ期待が大きいと思うんですよ ね、 そ, うでね、その平山、足元はトゥーリオ、ファールありません、ファール取ったんですね、というトゥーリオのファールになりました。まあ、多少こうアドバンテージだったんですがこれファールじゃないか、ね、イエローじゃないかと言ってるんですよね、ルーカスはね、え、まあ、自分がもらったんで、トゥーリオに対して、ね、もらったんで。さあ、このセットプレーはちょっと気をつけなきゃいけない。でここで平山がどういう仕事をするんですか。そうですね、ここでやっぱり平山を出したっていうのはですね、生かされるといいですけどね。190センチあります。梶山からキーボールが行くが、おーっとシュートになりました。という今平山ですよね、そうですね、ですからルーカスがダミーになって前に来ましたから、そういった意味では面白いですよね。オランダのヘラクレスでプレーをしていました。こういうところも枠に行ってほしいなと思うんですけどね。まあ、初年度は出番をもらって、そしてまあ8点を取るという、まあ、ある程度のまあ活躍はしたんですが、まあ、2年目多少日本が恋しくなったんですよね、したがってヘラクレスからこの FC 東京に今戻ってまいりました。ポンテに対してシュート、オリエク監督も万歳、エンゲルスコーチも万歳。3点目が入りました、ガルツです。FC東京はそこでね、ファールで止めてほしかったんですけど、もうアドバンテージできましたからね、もう決めるだけになりましたもん ね、 もうね、右足アウサイドですもんね。ここでね、ここで競り勝って一気に勝也が潰れるんですよね、はい、でポンテが抜け出していきました。右足アウサイド、もうまあこれを決めなきゃいつ決めるというゴールになりました後半の15分、ポンテのゴールには3点目、これはもう大きな1点ですね。そうですね、これは大きいですよね。原監督としてはリチエリを下げて平間投入、当然同点2対2という、まあ、想定の中で入れたわけなんですが、先に失点をしてしまいました。3対1になります。でこれは今確認してますね、松尾さんが副審との話し合いの中でこれ何やりましたかね。手前副審は二俣さんですが、やっぱりそのレフリーに対して侮辱的な言葉があったとかなんかでしょうね。でどこへ行きますか、松尾さんは。別にお咎めなしですね。あ、一応確認ということですか ね、 はい、これいいことですよね、そのための副審なんですよね。はい、一応副審は権限はないんですよね、はい、アドバイスはできますけども。藤山から1本出て、そしてルーカスで、この間にあっとで、これまた一人原監督は指示を出して選手交代になるんですね。福西ですよね、まあ、前節も途中から入っていますが、まあ、流れを変える一人の大きな選手になるんですが、今指示を出しています原監督、福西投入ということになりそうです。誰と変えるかですよ ね、 ね、まあ、前節も途中から来たんですが、前節は梶山に代わって入っていきましたよね、福西はね。そうですね、ですからまあボランチと変えるのかなという感じがしますけども。上野さん、7番のアサリ選手と交代するようです。あ、なるほど、今日はですから梶山ではなくてアサリ、まあ、前節は梶山に変えて、まあ、入っていきました、おーっとこれだ、田中達也、ポンテ、今野が行きました。そして石川です。なんとかしていますが、まだ長谷部、長谷部、田中達也、そして狭いところですが、ポンテ、川下、ポンテ、右から山田行きますが、山田、あの平川待ってるんですよ。そうですね、後半あんまり触ってないんですよね、まあサボってるわけじゃないんですけどね。そうなんですよ、ボールが行けば仕事はできるんですが、ボールが来ないというポンテ、平川、平川入った、平川入った、平川中に、あーって入れられない。金沢が今体を張りました。阿部からそしてポンテにもう一回行きますが、石川後ろ、ここから藤山から前線フィードはちょっと短い、これ山田取った、山田行く、そしてルーカス、山田、ルーカス、ルーカスが取ります。ここから今度は攻めるか梶山、さあルーカスが行く、そして堀之内、いい守備だ。さあそしてこれは今入っていく選手の番号になりますが、37番
福西の番号を掲げて誰か分かりますかね。分かんないですよね、これじゃね。7番にしないとということで変わりました。アサリが下がっていきます。この間にも石川にアドバイスを与えます、原監督。さあ福西投入で、そのままこれ福西はボランチなのか、まあ、どっちみち前がかりだね、前のプレーをという選手なんです。当然攻めの気持ちが必要だってことですよね。まあ、梶山のワンボランチにして、一応攻撃的な布陣を組まなくちゃいけませんからね、はい。まあ、とにかくもう3対1ですから、失点確保の得点ということになっていくだけですよね。あかんね、落とした。さあここからもう一回福西、その福西が見え出して、シュートが来る。梶山のシュート、もう一回行って平山が来ました。反転からの一連の中でシュートまで行って平山ですが、どうですか。そうですね、非常に今のはダイレクトは良かったと思いますけどね、はい。ちょっと正面すぎましたからね、ここはまたキーパー取りました。一気に行こうというレッドの攻めです。まあ、前節はこの福西投入は得点能力でリスタートやこぼれ球に入っていく力、まあ、この辺に期待をしたという原監督だったんですが、まあ、今日もそういうことでしょうね。はい、そうですね、得点能力というね。まあ、ここはファウルありません。ルーカスが今手を差し向けて待っていますが、中に入れました。平山ポストプレー落として福西、ルーカスか、福西どうする。ルーカスに預けるがちょっと回らなった。この間にもレッズは守りを固めています。梶山から平山、横に出した赤嶺、中には赤嶺入っていますが、福西からもう1回ルーカス、どうしますか。徳永行った、徳永、いい形になりました。徳永入れる、低いボールが行く、結局壁に当たってしまいました。今度は田中達也、今度は、おー、いやー、今のはちょっとまともに行きましたね。達也顔面を捉えられましたが、まだこれプレー続いてますね。なんか音が聞こえてくるような状況でした、今ね。これ、わーっと、かなりの接触、大丈夫ですかね。今、あのスピードがありましたし、今野の肘あたりも入ってしまったという、意識は大丈夫ですね。それでは担架に乗せられます。なんか今ドキッとするプレーでしたね。ちょっと変な音が聞こえてる感じしましたけど、ね、そうなんですよ。あれ、あの鼻だと意外とビコスって言っちゃうんですよ ね、大丈夫かな。一旦外へ出されました。さあこの間にコーナーキックになりますね。そうですね。さあ梶山ボール蹴りますが、ニアサイド、ショートサイドにはこの石川も行ったんですが、中に入りました。梶山からいいボールが入る。シュートは今度の頭、まだあるか、キーパーこぼれている。続きが取りました。立ち上がりましたね、田中達也。大丈夫ですね、はい。山田、ルーカスが追ってくる。ルーカスも元気ですね。山田横へ出して長谷部、こう触るとオフサイドですからね。ただ平川あたりが今もっとこうスピーディーに行っても取れるかなという感じだったんですが、思うんですけどね。ちょっと平川後半少し、まあ自重って言いますか、はい、まあおそらく徳永が出てくるぞっていうのを読んでるかもしれませんけどね。大事になってますかね、はい。田中達也が入ってきました。大丈夫のようです。ルーカス、福西、ルーカス、ここは細かく梶山、もう一回福西、非常に短いところで短くつないでるのが徳永ですね。おっと、よく追い出すか、ここは通らない。まあ、あの辺だったり福西の得点能力という意味ではね、そうですね、中にしっかり入っていきますから。福西、わーっとファール、ちょっと嫌な場所ですね。まあ、2点差では多少の余裕、まあ、後半23分、ただ3対2になったことは分からなくなりますからね。そうですね、ですからこの時間帯非常に大事ですよね。逆に原監督の方はここ勝負かけてきて2人交代したわけですからね、ビチュリも変えましたね。そうですよね。さあここは梶山、ルーカス、梶山ですか、横へ出してドスンという感じなんですかね。
ちょっとキーパーの、はい、こう目線を変えるといいますかね、ちょんと出してフェイントをかけますね。ですね。そして蹴ってゴールを狙っていく、入りました、入りました。前で少し触りましたね。今ですから空気としてはオフサイドという手を挙げたんですか。今でも入ったのは間違いありません。3対2になりました。1点を返したのは FC 東京です。これで、ね、前に少し触ったと思ったんですね。ここでここですね、今野ですね、今野ですね、はい、最終的に今野のボールですが、はい、ですね、だから今野が飛び出した中でオフサイドという形には見えたんでしょうけどね、まあ3対2になりました。後半の24分です。今野が決めています。これで瀬田さんどうなっていきますか。これでちょっとわからなくなりましたよね、むしろあの途中で入ってきた平山とか、はい、福西は元気いいですからね、ここでレッツが中盤でしっかりつないで、はい、いやちょっと平川の方使ってないというのはなんかちょっと気になるんですよね。前半も確かに平川のボール回ってないって言って終わりにちょっと2本決めてましたけども、はい、ここまでね後半山田の方がよくボール触ってますけどね。いわゆる上下運動という、これが平川が得意ということなんです、はい、ですからそれをもっと見せます。はい、そうですね。さあ、田中翔太、田中長いに渡す、あーちょっと塩田ちょっとボール弱かったですね。レッズはまだ選手交代はないんですよね。ないですね、あーここ入れますね。赤峰か中に時間入っていた、入れる、おーシュート、いやいい形で来てますね。平山行きました、はい、これは危ないシーンですね。赤峰フェイント、トゥーリー追いつかず、そして中入れて、まあ、サイドからね、来てますね、非常に危険なプレーでした。ここはから FC 東京も一気に畳みかけようというそういった状況に入っています。赤峰2です。後半の24分、今野のゴールです。上野さん、はい、現在のピッチコンディションなんですが、先ほどから風が止んでいまして急に蒸し暑さが感じられるようになっていました。疲れが溜まってくる状況に入ってくる、そして蒸し暑さがまたこうかなり溜まってくる、そうですね、なんかこう状況的にはね、イライラも積もるかなというね。20分というのは、確かに消耗戦になりますけども、はい、どんだけ集中力があるかでしょうね、意外とファールが多くなってくるんですよね、この時間帯は。そうです、体のキレもね、ちょっとあの自分の思った通りの動きがなくなってきますんでね、はい、おーっと前を取れた、オフサイドか、おそらく上がりました。平山がオフサイドポジションです。平山にはどんどん動いてほしいわけですよね。ですからこのオフサイドはしょうがないと思うんですよ、はい、紙一重ですからね。ただここのところであと阿部とですね、通量と堀之内でどういうふうに対応するか、はい、長谷部、平川から声出して水木啓太、面白いポンといった、今度まだあるまだある田中達也、田中から落として山田からクロスが入りますが、キーパー塩田、3対2レッズの1点リード。しかし追いつこうというプロ FC 東京、動きも良くなってきています。ルーカスが行きました。赤身に入ってここは平山、赤身に出すか、平山持っていく、ちょっと長いか、平山強い、まだファウルはない、笛はない、トゥーリを取りました、これ逆ですね、ポンテファール、ですよね、はい、梶山のファウルになりました。ちょっとなんかこう緊張感が増すようなゲームになってきましたね。逆にお互いにその中盤がですね、はい、しっかり空いて、もうカウンター1本という形になりますよね。こうなりますと田中、そしてトゥーリー、むしろこうやって回してた方が列らしいんですけども、あとハンドではないということですね、という部位になりますが、まあ、今野の手に当たったような雰囲気で当然サポーターは見ているんですが、笛はありません。
治山、福西からか、ここはつないでいきますが、そして1本出す、石川行く、石川、中入れる、ルーカス、ちょっと長いか、ルーカス追いつく、追いつかない。うん、非常にこの両サイドが、ね、はい、よくあのゴールラインからクロス戻してるんですけどね、逆サイドがちょっと合ってないと言いますかね、もったいないですよね、はい、ホルガー・オジェク監督、ただ雰囲気はちょっと今嫌なまた雰囲気になってますよね。そうですね、やはりあの1点差になりまして、ちょっとやっぱり FC 東京の方が元気出ましたね、はい、いやサッカーは点取りゲーム、1点ずつの積み重ね、その点が入ると当然勇気は出てきますよね。出てきますよね、何しろ一発逆転はないんですからね。そうなんです、一つ一つですからね、はい、平川は本当にもっと使いたいという後半です。そうですね、おっと判定しますが、ここはコンテが来ました。面白いです、コンテから平川、さあここで平川が行く、スピードがある、一気に走る平川、2人に囲まれますが、今野、梶山、ルーカスが待っている、そのルーカスを狙っていくか、平山の頭だ、さあ、あっと、ここは山田前ですね、山田がトラップしてジャストミートを狙ってましたけね、田中、平川、逆サイド、長井が待っています、コンテ、もうゆっくりトゥーリを曲がっていきますが、ですからこの辺は回しながらも取られちゃ絶対いけない場所ですからね。そうなんですよね、ですからここはセーフティーに、そして続くから1本、上野さん、はい、FC 東京なんですが18番石川選手を下げまして27番栗澤選手が投入されます。27番の栗澤、これだからもう3枚切るわけですね。そうですね、FC 東京原監督はまあ勝負をかけるということになります。ですから両サイド石川そしてリチェリという非常に動きは良かったんですが、まあ、多少疲れもあるというふうな見方になりますかね。そうですね、まあ、確かにあのリチェリと平山はね、はい、戦術を変えたというのはありましたけども、ただあのルーカスがもう左サイド行ってますから ね、ですからもう平山をトップに張ってるということですから、はい、クリスさんはどこへ入っていきますかね。いやそのままじゃないかなと思うんですよね、はい、27番のクリスさんが入ってきました。4シーズン目を迎えています、まあ、というか今一番元気なのクリスワですから当然ボールを、ね、集めていきたいということになります。はい、金沢もうこれ以上の交代はありません。シート一方ホルガー・オジェク監督は動きはありません。まあ、レッズの方もちょっとディフェンスラインを今ちょっと5枚にして、はい、やっぱスペースを与えたくないというような守り方になりましたね。そうですね、3バックから5バックになってますからね、はい、徳永が来ました。ポンと徳永、そして代わって入った栗澤からクロスが1本入る。平山を狙っていった、まあ、しかしレッズの2失点というのは今シーズンこれが3回目なんですが、4月の21日のフロンターレ戦というこれは1位の負けたことですが、はい、これ以来ですからね。シュート打ってきた梶山ですね、いいシュートですね。いいですね、そしてカットしていきました。これ枠の中だったらとてもないですよ、ね、ちょっと難しいですね、まあ、ですからやっぱりセーフティーに逃げた方がいいのかなと、はい、今ちょっとやっぱドライブかかったのかなと感じましたけどね。時間は32分、今日は 46,951 人が入りました。 46,951 人です。赤嶺からルーカス、完全に左サイド入っています。クロス1本、あこの辺がちょっともったいないんですよね。前半からありましたけど ね、そこがいい形になってるんですけども、クロスの精度っていう問題で、うん、ちょっとあのその辺がレッツの差があるのかなと、こんな感じするんですけどね。あ2対1になった、裏は取れるか、ポンテが行きます。ポンテから、あっとここは今野が出した格好、したがってコーナーキックになります。まあ、こういう風にマイボールにしていく、そして攻めていくというのが一番いいわけですから。そうですね、まあ、ですからこの時でも3バックが上がるかどうか、はい、まあ、この辺はツールあたりが声かけると思いますけども、まあ、来てますから、ね、でこの間の FC 東京はとりあえずは平山が一人残るということになります、はい、ですからレッズは、クリアボールを平山に渡して、キープした後に両サイド上がる、はい、高
いボール、いいボールが入るか、あっとシュートは浮いて、ここはキーパー塩田が行きました。ここから早く行きたいですね。そうですね、これはもう平山行きますね。そうですね、平山梶山には届かないか。よく戻ってますよね、今通量ですか、はい、阿部ですか。阿部ですね。あ、ここにいますもんね、通量が。平川が待っていますが、平川ここで逆サイドに投げた。そうですね、トゥーリオが打てないか。ゴールキックに変わります。34分から35分になろうとしています。まだですが時間はたっぷりあるわけですから。そうですね、まあ、ですからレッズの方もやっぱ1点取ってちょっと決めたいとありますよね。藤山、ここが切れていきました。これが3位だったらもっと楽にもっと回すと思うんですよね。そうですよね。1点差は分かりませんし、で最初にも言ったんですがやっぱり勝ち点3が欲しいという、ね、はい、状況で来るわけですよ ね。 そうですね、やっぱり1点差でも勝ちは勝ち、3点もらえますんでね、はい、この辺は大事に試合を運んでいきたい。ポンテ、さあ左に平川にボールが行きました。少し落ち着いてこれ勝負するかな。平川横へ出して長谷部、長谷部から、さあここがトイチになりますが、鈴木啓太ですね。啓太が狙っていきますか。これどうですか。非常に啓太としたらですね、はい、ちょっと出し手がなかったんですね、今ね。はははは。ですから遠目で打って、に相手に当たってでもっていう感じがあったと思うんですけどね。出し手はなかった。今外に出そうとしたんですけど ね、はい、だからまあ打っていきました。打っていったということですね、はい、あの辺やっぱり平山勝ちますからね、こういう形でボールを拾いたいんです ね、はい、東京は。あっとしかしファウルになりました。福西のファウルです。アドバンテージもって感じなんですけどね、ちょっと大丈夫かな。左足首ですね。スローで見てもやっぱ激しいですね、サッカーというのはね。だから勝負の勝つ負けでも違うんですが、やっぱり相手に勝つ負けでも、ね、そうですね、そっちの方がね、大きいですよ ね、やっぱり1対1の負けじゃダメですからね、はい、長いボールは平川を狙っていきました。そしてここはクリスさん行きますが、平川、まあ、トップ打が落ちていました。ここも取ります。田中、ポンテ、あっと藤山をついています。水慶太、そのまんまボールは流れていました。ゴールキックに変わります。37分が待って残りは8分、まあ6タイムを含めてもまだやっぱり10分ぐらいあるはずなんですが、まあ、手を打ってしまったのは原監督ですから、まあ、この状況の中でまあ1点を取るしかありません。そうですね、当然監督はまあ時間によってはこう守りに入る、そうすれば選手交代も当然出てくるということになりますが、まあ、今日は坪井、ねね、小野伸二、相馬、内館、小池、フィードプレーヤー、ルーカス、金沢、ルーカス、堀の内がいった。ルーカス、早いボールだ、面白い。ルーカス、ルーカス、前を向くか。まだボールは出ません。トゥーリオ来ました。クリサワ、トゥーリオ、トゥーリオが行きます。トゥーリオ、あー、上げた、落としてキーパー追記が来ました。あとは小野伸二を使って中盤でキープして、はい、まあ、相手をうまくね、じらすと言いますか、まあ、腰痛はあるんですが、ただまあメンバーに入ってるわけですから、はい、そうですね、残りの5分10分はいけるかなという感じがしますけどね、はい、守り一辺倒で出して攻めていくならば、マグロと多少時間短いんですか、小池というのも、ね、そうですね、ありますね、長いと変えてですね、はい、長い落として、そしてシュート、山田のシュートです。長いはちょっとシュートないんですよね、後半。そうですね、あるいはマンチェスター・ユナイテッドで強烈な一発を入れた内田ですか。すごいシュートでした。あれファンデルサルびっくりしましたでしょうかね。びっくりするでしょう、変化してきたんですよね。左
左足上げてクリアしようとしたけど当たらなかったですからね、まさにワールドクラスでしたね、はい、この心理が釣ります。どうかな、信じてないのかな、はい、って感じですね。まあ、小野伸二もあの考えたら原監督の初年度ですよね、入団してきたのは、はい、ですから原監督があの段階で浦レッズは伸二のチームというか、まあ、中心に考えたいという、ねね、ことだったんですが、本当高校生とは思えないな、球出ししてましたから ね、原監督が前出ていますが、原監督の指示としてはどうですか、横から今これやっぱり上げていくってことですよね、サイド使ってね、これはもう原監督にしてみたら当然ですよね、もう栗澤もいましたしね、はい、そのための平山が中にいてということでしょうから、はい、39分からまもなく40分になります。3対2です。浦和レッズが1点リード。鍵山引くに届かない、そしてポンテ、この辺は今度逆に残り時間から見たらもうキープに入るか、はい、まあ、それ倒れてますね、はい、長いですか、長いですかね、はい、これで変えるかな、小池出すか、 はい、あるいは小野伸二を出すのかで、今スタンバイを命じて、これ小野伸二が来ますね、伸二ですよ ね、 ですね、もうこれはいいと思うんですよ、はい、達也のワントップにしてですね、ポンテと伸二がシャドウのところにいる、うん、上野さん、はい、ラーレッジベンチはですね、内館選手と小野選手両方が今準備をしています。なるほど、長井としてはどうですか。ちょっと一旦外で出ますか。もう出て、もういいでしょう ね、 ね、まあ、ですからこの段階でもう40分過ぎていますが、まあ、ここでその選手を変えるということになりますが、第4審が持っているのは10番ですよね、ということはポンテの背番号なんですが、そうです ね、 ね、ポンテですかね。あ、でも長井は今外で外行ってますからね、はい、上野さん、ポンテ選手と内館選手が交代するようです。それはもう守りに入ってきたという感じですね、はい、これは守備型ね、ですからまあ2枚の交代ということになるわけですね。今小野伸二が来ます、そして内館が来ます。エンゲルスコーチが指示を出しています。まあ、とにかく1枚もまだ変えていませんのでね、そうですね、あとはもううまく時間帯を使って選手交代を使うということですかね、栗沢、ただこの時に鍵山、完全に繋いだ栗沢、 FC 東京攻めていきます。栗沢クロスが入る、平山いました、まだあります、鍵山落として、あっと福西には届かない、これは徳永、まだありますね、栗沢、そして今野が行きます。今野から横へ出して、ここは藤山がいます。鍵山求めていますが左へ持っていきました。ここからクロスが1本入っていく、落として、うん、という平山から今ちょうどクロスして赤嶺が入っていったんですが、まあこれしかないですよね、しっかり平山が落としてくれればいいんでしょうけども、そうなんですよね、ただあと赤嶺がワントップですからね、はい、アウトしたらやっぱりピンポイントしか合わないんで、ルーカスがもうちょっと中に入ってくるとかですね、そうじゃないと頭数どうしても足りないと思うんですよね、はい、上野さん、小野伸二選手はですね、永井選手と交代するようです。なるほど、その永井はもう入ってますね。入ってます、戻ってます、はい、まず初めにポンテでしょうね、ポンテですね、はい、ポンテを下げます、そして19番の内館が入ってまいります。まあマンチェスターユナイテッドの話はしたらやっぱり出してくれましたね、ただあのイメージは強烈で飛びますよ ね、 あとあの、はい、必勝パターンといいますか、あの再開後のレッズはですね、こういう変え方しますよね、ですからオジェクさんも勝ち点3欲しいという時でやっぱり石橋を叩いても渡れる感じしますよね、梶山ここは厳しく挟めています。梶山ルーカスが左に求めている、どうする、そのルーカスにボールが出る、平山ここで入っていきました、当てる、おっと当てる、どうする、あ、狙いましたか、まだあります、こぼれています、栗沢から中に入った、平山からその後ろ、まだあるのかな、梶山、栗沢、マークがちょっとずれてる、栗沢、さあそして右サイド徳永、クロスが入った、ルーカスの頭、まあこれしかないですよね、あっと互いにぶつかってる、ねえ、トゥーリオとこの2人が今日はちょっとねマッチアップという感じになっているんですが、うわー、
上野さん、ここで小野選手が入ります、はい、これかなり痛いですね。闘莉王は行った方なんですが、かなり打ちつけましたね。今だから、まあ、これで永井を下げて小野伸二が投入になりますが、闘莉王次第ではこれまたもう一枚変えなきゃいけないですね。そうですね、何かな、もうこの後ネネ入れるかチブ入れるかですかね。ですよね。とりあえず永井は今ゆっくり出ていこうとしています。永井に変えて8番の小野伸二です。ですからこれが2枚目の交代になりますが、でこれ呼びますね、もうね、ネネですね。これだからトゥーリオも諦めますよね。時間的にはもう44分を回っていますが、まあ、こういうのはやっぱり早い方がいいでしょうし、そうですね、これ頭ですからやっぱりちょっと気をつけないとね、これオシム監督ちょっと心配してますよ、それね。でここはもう3人目、3枚目のカード、ネネが入っていくことになります。そしてオジェ監督が指示を出しますが、これ倒れっぱなしでこれ大丈夫なのかな。頭ですからね、ダンク入れた方がいいですよね。まあ、当然この部分はロスタイムが長くはなっていくんですが、まあ、現在3対2というスコア、レッツが1点リード。このクロスでまともに決まるわ。頭ですもんね。ルーカさんまだバンデージしてましたんでね、危険な場所ですからね、切れてなければいいんですよね。そうですね、なんかフラーっとした感じありますね。右目の上あたりですか、起き上がりますが、まあ無理をさせることはないんで時間も少ないし、まあねね投入で OK というとなるんでしょうが、まだ立ち上がれません。でようやく今担架に乗ろうというところですよ ね、 すね。そうですね、トゥーリーを下げてネネが投入、そして長井を下げて小野伸二の投入になります。まあ、時間はほとんどなくなっていますが、まあ、手元のペナルも45分が過ぎています。ロスタイムだからどのくらい取るかですね。そうですね、この感じだと4、5分ということですよね。ありますね、4分は取るでしょうね。でしょうね。今そのトゥーリーがとりあえず担架で外へ出されます。そしてネネが今入ります。で長井が今出ていきますが、これカード出ました？いやいや違いますよね、今ね、実際交代を変えただけですよね。ああ、なんかあの長井がゆっくり行きましたね、ちょっと心配したんですが、さあこれでまあ交代は終わりということになりますが、時間がどのくらいあるかですね。レッズはとにかくボールを持てばキープでいいわけですよね。そうですね、あ、また倒れてますね。これかなりロスタイムが出てきそうな、これ金沢ですよね。金沢が倒れています。それほどタフなゲーム、まあ、そして暑さも手伝ってというか、やっぱこう動きそのものは、ね、多少鈍くなりますから、はい、ありますよ ね、 ね、こういう形が増えてまいりますが、これもでも頭なんですよね。一旦外に出ました。この間に FC 同期を染めていきます。赤峰から横へ出してルーカス、ちょっと長い、まあ、慌てる気持ちは分かるんですが、確かにああいうのちょっと多いんですよね、FC 東京は。チャンスがですが広がっていきません。これあの選手の交代もないんですよ、FC 東京は。もうないですよね、金沢はちょっともう外出っ放しになると思うんですよ ね、 ね。でロスタイム表示まだこれ出てないんですよね。どのくらい取りますかね。今野から右サイド、徳永から今福西が手を出した。そして左側から後ろルーカスが行きますが、山田が行きます。山田そのまま出ました。これただトゥーリオまだ立ち上がれないし、金沢もそうなんですよね。トゥーリオも心配ですね、これね。上野さん、トゥーリオ選手さっきドクターから OK サインは出たんですけれども、はい、顔面右側を今冷やしていますね。だからもう交代したわけですから ね、 これね、ゆっくりこう治療してほしいですね。治療するしかないですよね、はい、まだロスタイムまだ出てない。そうなんです、出てないんです。どのくらいあるか全く分かりませんが、ただ以前はこれでやってたんですよ、考えたので、そうですよ、ロスタイム表示なかったわけですから。平山に届かない、あの辺の精度ですね。確かにそうなんですよね、うん、あれやっぱり合わないと得点には結びつかないと思うんですよね、原監督そしてオジェク監督も、まあ、激しい仕草になっていますが、これ恐らく原監督もちょっと気になるんですよね、時間がね。そうですね、全くロスタイムは出ていません。今日は34歳という若い出身の松尾さんが国際出身なんですが、
レフェリーとして笛を吹いています。第4審判に合図も送ってないのかなって、あの第4審判で待ってるんですよ、はい、平山切り返しシュートは壁に当たる、まだあるか、後ろもう一回平山行ってからファンになりました。もう手元の時計でも49分回ってるんですね、まあ、あとはレフェリーの判断ですからね、これはね、今時計ちらっと見たんですが、これ表示というのが出てないんでね、出し忘れってことはないですよね、それはないと思うんですけどね、ただ盛んに時計を見てますよね、はい、いやなんか久しぶりに昔の感覚を味わいながらロスタイムどのくらいかなというねことで今プレーは進んでいるんですが、だからレッズとしてもボールをキープしてどのくらいキープしていけばいいのかというのはありますが、ありますよね、ただ本当は信じ入れたんでね、はい、終盤ちょっとゆっくりキープしたいところなんですけどね、ただ FC 特も時間わからないんでね、どんどん攻めるしかありません。ルーカスこぼれた左サイド、ルーカスが行きます、ルーカスがクロスが入る、おーこぼれる、危ない危ない、これ出るとゴールキックですよね、そうですね、まあ、で終わりですねということで試合終了です。結局3対2で浦和レッズが勝ちました。いや非常にタフな厳しいゲームだったんですが、まあ、なんとか逃げ切ったというところでしょうか。そうですね、まあ、ちょっと怪我人も出ましたけども、はい、まあ、夏のゲームでちょっとね消耗戦だったんですね。そうですよね、ということで、まあ、このゲームは3対2浦和レッズが勝っています。まあ、もちろんレッズから言えば内容も重視しなければいけないんですが、まあ、この暑さの中、まあ、苦しいゲーム、まあ、勝って勝ち点3、はい、まあ、これは良しとしなきゃいけないわけですね。そうですね、確かに苦しいゲームだったと思いますけども、はい、でもやはりあの後半の先取ったっていうのがかなり大きかったですよね。そうなんですよね、3対1で少し落ち着いてまあできましたし、1点取られるとまだもう1点リードしてるぞという余裕がありましたですよね、これ今金沢もちょっと倒れていますが、インタビューですね。今日のヒーローは同点ゴールの田中達也選手です。相手に流れが行きかけた中で落ち着いて決めました。どんな意識であの場面プレーしてたんですか。いやもう平さんがいいボールをくれたので押し込むだけでした。今日はあの前線からの守備でも非常にチームを助けたと思うんですけれども、ご自身の動きどうだったでしょうか。いやとても厳しい試合になったんですけど勝つことができて良かったです。これであの日本代表のカメルーン戦先発、そして今日はゴールを決めたということで、田中さん自身のコンディションというのもどんどん上がってきていると思うんですが、ご自身ではいかがですか。いやまあ疲れはありますけど、まあ、チームが調子がいいのでこのまま連戦を勝ちたいです。しかし1点取られた後非常にこうチーム全体もですね今落ち着いてプレーができているような気がするんですが、そのあたりはどうですか。いやまあ先制点を取らなきゃいけないと思うので課題は残ります。では次の課題はその先制点ご自身で取れるかどうか、まあ、それはちょっとわからないですけど、まあ、勝つことが優先です。頑張ってください。ありがとうございました。まあ、ということで今日のヒーロー田中達也だったんですが、まあ、本当にあのやっぱり勝つことが優先という言葉は出ていたんですが、はい、そういうことでしょうかね。そうですね、やはりあの先取られてもですねやっぱりそれを逆転して勝つ、はい、まあ、その辺はやっぱりあの実力のあるチームと言いますし、まあ、その中でやはりあの早めに同点ゴールを決めたというのはね、やっぱり達也らしいですけども、非常にあの左足のシュートというのは見事だったですよね。今今後の日程が出ていますが次も29日が来るんですよね。ああそうですね、でその後にまた9月の1日が来るんですよね、はい、彼こう見入った形になりますが、まあ、ここの、ね、3連戦はどうしてもやはり勝ち点9取って、うん、行きたいところですよね、ああそしてこれ試合結果ですね出ていますが、フロントガンバとの差がまた開きました ね、むしろアントラーズがやっぱりついてきたのかなと。そうですね、アントラーズが勝ってこれで勝ち点が41まで伸びたんですね、そうですね、あ42です ね、 ですよね、で、はい、ガンバ45ですね、はい、でレッズが49ということで差が開いたということですね。そうですね、という、まあ、とにかくタフなゲームではあったんですが、まあ、勝つことが優先という、まあ、勝ち点3をしっかりゲットしたという、まあ、そんなゲームになりました。